はい、皆さんこんばんは。こんばんは、金曜日の午後11時13分ちょうどですね。ちょうどですね何がちょうど、まああれだな、13進数とかなんですよね、きっと。忘れたよね、きっとそんな感じだ。よし、じゃあ今日も、ディギングデザイン。これさ、第6回ってなってたんだけど、第6回でいいの？ああ、どうなんでしょう。ちょっとなんか、配信されてないところで、ちょっと、先週、今週とかに、ちょっといろいろみんなで動画の整理しようみたいになった時に。ああ、そうなんだ。はい。あ、はい。はい。というわけで、第6回。おそらく。固定直ってるこれ。直ってます、直ってます。あ、嘘。多分。顔出てる？どうなんだろう。あ、OK、はい。出てます。はい。というわけで第6回リギングデザイン、僕はあら固まった、今ちょっと一瞬固まってました。ですね、なんか、はい、実はみんなで新年一発目放送やってたけど、俺は実はやってなかったので。そうなんですよね。ありがとうございます。もう2月もう2月も半ばですね。半ばです、はい。そして前回の新年一発目に続いてまた2人しかいないという、はいはい、いやそう、前も2人だったんだ。スタートは僕と風丸さんしかいなくて。あ、そうなんだ。今日は風丸さんはちょっと、うん、間もなく到着するかなと。あ、そうっすね。思うんですけど、はい、言い出しっぺのキイチ君がまたどこかへ。そうですね。まあまあまあ。まあそんなもの。よくあることでしょう。よくあることです。よくあるんです。うん、というわけで、今日は、2人で、はい。まあ、ケイタ君をディグっていこうって感じなんですけど。マンツーマンで。これどう、そう、なんかさ、ね、なんかあれだよね。ちょっとなんか、軽くオープニングトーク的なことをした方がいいんですかね。そうっすね。はい、オープニングトークね。V ですね。あ、ちょっと自己紹介を最初にした方がいいですか、ね、はい、どうぞ。もう、はい、放送自体は何本もやってるからあれかもしれないけど。まあそうです。一応、今回が初回かもしれないという人もいるかもしれない。はいはい、名古屋工業大学の、あ、違うな、もう大学院なので、社会工学専攻、建築デザイン分野。の修士1年、はいはいはい、で、まあ、今年の4月に修士2年になります、うん、鈴木啓太です。よろしくお願いします。お願いします。とそんなところで、はい、風丸さんが来ました。入ってきましたかな。今多分調整中ですね。そうですね。はい、というわけで今日はゆきさん自己紹介。あ、俺あ、自己紹介啓太くんだけだと思ってた。いや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 、あ、本当？現在フリーランスで。まあそうなるんですね。フリーランスで、いや、わかんないけど、まあとりあえずなんか、うん、フリーランスの大柳です。はい。はい。建築専攻してます。スピンオフ結構面白い話ができたのでみんな見てね。うん、僕まだちょっと途中までしか見れてないですけど、結構いい感じでした。あ、いい感じだった？はい。また風丸さん OK になったら適当に入ってきてください。そう、スピンオフね、なんか一人でやってたんだけど、一人で喋ったことある？ケイタ君、放送。いや、放送とか全然しないからな。あ、そっか。結構ね、うんうん。うん。いや、なんかね、意外となんかさ、やるといいかもよ。ちょっと思ったら、なんか。すごいね、話しながらね、考えがすごい、うわーってまとまっていく感じがすごいする。へぇ、あ、でも確かに、言葉にするっていうのは大事ですよね。そうそう、いや、なんか最初はさ、結構喋る内容ちょっと決めてて、おっ、リーチも入ってきた。あ、揃いましたね。そうそう。おのおの準備できたら、入ってもらって、自己紹介からお願いします。はい。あ、どうぞどうぞ。ゆうひさん。あ、それで、うん、だから最初はそのプロットをね、ある程度作って、何しゃべろうかなと思って、箇条書きでさ、
はいはい、これこれ喋ろうこれ喋ろうっつってやってて、うん、なんだけどこう喋っていくうちにねこうどん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 拡散するわけですよ話がね。そうするとね、なんだろう、一人フィードバックみたいな状況になってくるわけ。で、あとで動画を見返して、あ、こんなこと喋ってたんだ、みたいな感じで。結構いい、なんだろう、普通に制作するにもいいかもしれないかな、っていうことを、ちょっとぼんやり、うん。思ったかな。だから、修士の論文の時とかは、あ、でも制作なの？論文なの？うちは論文しかないですね。あ、そうなんだ。制作はないんです。制作する人いる？いやー、まだ今までいないんじゃないかな。あ、そうなの？じゃあ初の制作を。うん、でも、主制作を。今日、その、はいはい、もし研究室の共同研究みたいな形になって、うんうんうん、それの、まあ、検証みたいな形で、うん、そのものまで作るとかそういうことになったら、もしかしたらデザインみたいなこともしなきゃいけない。あ、そうなんだ、うん。できるといいね。そうですね。本当はやっぱデザインやって研究するみたいなことをやった方がいいですよね、うんうんうん。まあね、理論と実践じゃないけど、できればもの作った方がいいもんね。うん。はい。というわけで、風丸さんが。そうですね。はいはい。はい、じゃあ自己紹介をということで。はい、京都造形芸術大学大学院修士2年。藤原風丸と申します。お願いします。お願いします。風丸さん、修論、終わった修士制作じゃないですか。あ、お疲れ様です。交換音、交換音。終わったんだぜ。で、おめでとうございます。イエーイ。やった。で、終了点ももう展示始まりましたんで。お、じゃあ、はい、本当に終わりましたね。はい。もうすべて終わりです。あと卒業するだけです。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。プレステ4買います。あ、解禁ですか。おすすめします。解禁です。狩猟解禁です。ワールドへ。ワールドへ行ってきます。みんなモンハンしてますよね。ね、うん。やっぱ PS ハードに帰ってきたのが嬉しいんで。いや、モンハンをちょっと、あ、いいや、これはちょっとストックしとこう。いや、なんか喋れそうなんで、モンハン、なんか意外と。確かにね。あれ、うん、めっちゃちゃんとしてるなって思ったんですよね。うんうん、まあまあまあ、それは、まあまあ、それはおいおい。はーい。あ、そうっす。あ、自己紹介で俺、普通に福井の大雪トークすればよかった。そうっすね。ちょっとそこ聞こうかなと思ったら、いろいろ、車さんたちが入ってきちゃったんで。そうそう、大変やったよな、うん、これ。だいぶやばくて、めっちゃ。聴者の人はまだわかんないんですけど、ね、あの、僕らの共有の LINE に、親の意見が。そうそう多分、ね、今、日本で今一番楽しい場所だと思う。うん、明らかに。いや、いいですね。うん。久しぶりにあんなに降ったから。ここ数年でもやっぱり全然。そうそう、じゃあなんか、その、雪ってなんか結構年代ごとに、やべえ降った年みたいなのがあって、うんうんうん、で昔だったら、なんだっけ、三六豪雪とかがあって、うんうん、なんたら豪雪みたいな。五六豪雪っていうのがあったの。昭和56年かな。その時に豪雪があって、その時の面白いエピソードがあって、とりあえず、雪すっごい積もるじゃん、豪雪だから。うん、でも、雪ってさ、あの、要は、あの、道路確保するために雪かきしないといけないじゃん。うんうん、雪かきするんだけど、雪かきするにもさ、雪をさ、こう、どっかに、あのさ、寄せる場所が必要なわけ、雪かきって。はいはいはい、うん、溶けないからね、あの、当たり前だけど、うん、溶けないからどっかに寄せる場所が必要。で、福井の方で、あの、大きい、あのね、昔の福井城っていうお城があって、そこの周りにね、お堀があったの。で、そこに、うん、あの、とりあえず雪を全部持っていくんだ、って、昭和56年に、わーって。堀に雪持ってったんだ。そう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 、そう、そう。あのね、それはよくある。川とかに捨てるのよ、雪って。水がある。あ、まあそうだ、ね、川はわかるけど。そうそうそう。で、お堀に、あ、そっか。お堀は、そう、お堀で、そこにバーって捨てる。そう。で、とにかくそこに捨てるんだ、って、わーってそれ全部持ってった、ね、持ってってめっちゃ捨てたの、ね、よ。そしたら、あの、集まりすぎちゃって、てか、積雪量が多すぎちゃって、なんか5階、お堀から5階建て分ぐらいの、こう、ゴボーっていう、こう、塊ができちゃって。すげえ。で、それがびっくりしたことに、なんか、あの、来年、夏まで残ったんだって、それが。すげえ。
くりしちゃって、写真もあったんですよ、それ。びっくりしちゃった。いや、そんな残んだなっていう。でもなんか、で、今年のなんか雪はそれに匹敵するとか、なんとからしいんで。で、とはいえ、昔よりインフラも整ってるから、とはいえって感じなんですけどね。いや、でも、いろいろ大変そうでした。僕は全然大丈夫だったんですけど。楽しかった。そっか。まあ、そんな感じです。はい。そっか。はいはいはい。そしたら、キイチはまだマイク。これ、キイチ暗いのは外ってことかな？怖いな。暗いの。あ、外？外にいる？いや、家じゃない。マイクオンになったかな。わかんないな。はい。はい。暗っ。え、映画館にいるみたいな。迷惑も甚だしいでしょ、これ。ちょっと一瞬抜けますね。はいはい、どうぞ。はいはい。よいしょ。てか、風間さん、明けましておめでとうございます。僕ね、ああ、明けましておめでとうございます。そうやね。明けましておめでとうございます。はいはい、もう早くも2月ですよ。そうなんですよ。どうしよう。もうえ、でもなんか、風間さん的にはこう修士論文とかやってこう、わーっとさ、あの、まあまあ、密を濃くいったんじゃないですか。濃く、まあまあ、確かに。尋常じゃなく濃かったよ。ですよね、うん。毎週やることがあってっていう、締め切りに追われ。ああ、ね。濃密な1月でしたけど。そうですよね。そうですよね。あっという間に。そっか。でももう40日経ちましたよ、2018年も。そうなんですよね。パーセントで言うとどんぐらいですか？ 10%。9分の1なんで、もう 10% 超えた。8%とか。そっか、10% 超えてる。あ、すごい。10% 超えてる。そう思うと、なんかもう早くてあれになりますよね。もう、年賀状を準備しないといけないのかなって思います。本当に。はい、ここです。失礼しました。いえいえ、おかえりなさい。まあ、時事問題をしゃべろうと思えば、まあ、オリンピックもあったし、なんか台湾の地震もあったからいくらでも喋れそうなんですけど、このまま行くと夜12時を回ってしまいそうなので、そろそろ、はい、本編です。本編に行きましょう。というわけで、今日どうするんですか、これ。何も作ってないんですけど、資料とか。まあ質問事項、じゃあ、まあ俺が参加できてるから、俺が、はい、またあの、怖い文面に起こす作業をやろうか。あの、選挙の。選挙のあれ。待ってね。スリギングデザインのトルダに。いや、文脈が深すぎるでしょ。選挙のあれで通じる。じゃあ、あれだ。あの、クエスチョン、質問リストの。あれってどこに落ちてましたっけ？あ、LINE のノートとかに落ちてます？ LINE のノートに上がってんじゃないですか。あったと思う。確か。はい。見てみます。あ、そっか、見れないんだ。よいしょ。LINE。あ、やべえ。一個考えてない。一個考えてない。前回のやつ。え？なになに？でしょ。いや、ちょっとあの、前回、僕の回の予定だったんですけど、うんうん、ちょっと質問項目それぞれ、まとめてて、1個埋まってないなーって思いつつ、前回終わっちゃって、うんうん、最近ずっとバタバタしてて、うんうん、よし、1個考えてないですね。というわけで質問も用意できましたので、じゃあ早速、はい、リーグデザイン、バージョンボリューム6、6、はい、始めていきましょう、うん、というわけですね、最初にまあどうしようかな、自己紹介はもうしてもらったんで、はい、学科学年名前言って、さっきね、言ってもらったんで、はい、早速じゃあ本題に入ろうかなと思います。はい、あ、でも一応行った方がいいんじゃないですかね。あ、そうやね。量作りのためには。はい。じゃあ、学科学年名前、括弧ニックネームあり、括弧閉じをお願いします。はいはい、ちょっと待って。パッキンデルがなかなか動かなくて。はい。OK です。大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい。はい。はい。1番。
学科、はい、学年、名前、カッコニックネームあり、カッコ閉じをお願いします。はい。まあ、同じ内容で申し訳ないんですけど、名古屋工業大学の大学院の、まあ、工学研究科っていう、まず、くくりですね。まあ、これは大学院全員みんな工学研究科になるんですけど、で、社会工学専攻っていうところの建築、マルポチデザイン分野っていう。工学研究科。社会工学専攻。社会工学専攻。長いですね。で、建築点デザイン分野。建築点。うちの学科はなんかここの点に結構意味を持たせようと頑張ってる。どういうこと？いやなんかちょっと待って、いきなりハイレベルすぎるよ、話が。なんかこう、建築足すデザインでもあるし、建築とデザインでもあるし、建築かけるデザインでもあるし、みたいな。なんかそういう、いろんな意味を持たせたくて、プラスでもかけるでもなく、ただの点にするっていう。なんかそれ一周回って分かんなくない？もう分かんないです。僕も入ってから知りました。深すぎるよ。深すぎるよ、それ。深いよ。とても深いな。はい、で、名前は鈴木啓太と申します。はい、鈴木啓太。くしくもじゃないですね。くしくも。まあ、デザイナーに、有名なデザイナーの方で、鈴木啓太さんという方がいまして、若手で今、イケイケの、かなり、まあ、世界でも、かなり活躍してらっしゃる方なんですけど、まあ、その方とは漢字違いなだけで、で、鈴木啓太さんも、くしくもっていうと、またあれなんですけど、愛知出身っていう、そこもかぶるか。いや、面白いよね、それ。めちゃめちゃかぶってんですよ。出身も一緒なんや、それ知らんかった。まあ、県の中で一緒ってだけで、地方は若干ずれるんですけど。この辺なんですよね。はい。で、まあ、ニックネームは、よく風丸さんにはケイちゃんって呼ばれるんですけど、ちっちゃい時から本当にケイちゃんって呼ばれてたんで、ケイちゃんは結構馴染み深いニックネームで、で、大学では、そのケイタの最初に O をつけて、おケイタとか、まあ、あとケイタ呼び捨てとか、あ、まあ、あと高校の時は、スーさんとか、はあ、鈴木のスーと。ああ、鈴木あるあるだな。鈴木あるある、ね。鈴木あるある。はい。っていう。なるほどね。はい、ちょっと親近感湧いたわ。よくある名前です。はい。はい。はい。風丸さん、OK ですか？大丈夫ですよ。はい、大丈夫です。というわけでですね。なるほどね。はい。まあ、建築デザイン。建築デザインっていうのがちょっと引っかかったんだけど、はい、建築もしてんの？これ、まあ、ちょっとこの学科特有というか、名工大特有なんですけど、まあ、ここの大学自体が、まあ、建築と機械が確か一番最初からやってる大学なのかな。スタートは建築と確か機械とかで、立ち上がった時だよね。そうなんですよ。なんで建築が結構ボンってでかいんですよ、大学の中でも。100年以上続く学科で。確かに。で、それにデザインっていうのが、ちょってこう、十何年ぐらい前にくっついて、くっついてっていうか、なんか、なんなんですか、吹き出物って言うとあれですけど、まあ、建築ブワーってきて、急にファッて、デザインが来て、はいはい、で、1年生は全員建築とデザインの共通、みんな同じ部屋とかで授業を受けたりとか、課題も建築やったりデザインやったりみたいな感じになって、2年生からは本格的に建築に進む人は衣装設計、構造設計と設備設計とか、なんかそういう方向の進みたい人。で、デザインは一応空間のデザインもあるんですけど、プロダクトとかグラフィック、まあグラフィックは少ないですけどね、まあ基本的にはプロダクトか、あと空間でデザインに来る人は、結構なんですか、ディスプレイとか、あと、インテリアとか、その建築のハード面よりもその中身、ソフトの方のデザイン。インフィルの方をやってるってことだよね。そうですね。そっちをメインにしたいっていう感じです。ただまあデザインの方来ても、思いっきり、なんか建築プラス、なんかっぽいことやってる人もいますけど、その辺はフレキシブルな感じです。
その中で鈴木くんはプロダクト系であると。そうですね、プロダクト、はい、最近はちょっと UX っぽいような、うんうん、UX じゃないようなみたいな。まあ UX ってちょっとね、広すぎて定義ないもんね、いまだにね。そうなんですよね。うん、まあなるほど、まあそういうことも考えておられると。そんな感じですかね。はい。はい、というわけで、じゃあ次の質問に行きましょう。はい、ですね、まあ専門的、今ちょっと聞いたけど、プロダクトデザインを専門で聞いてる、うんうん、その話、専門的に取り組んでる分野の話をちょっと掘り下げて、はい、巡ってもらえたらなと思います。まあ、2番の項目ですね、うん。専門的に取り組んでる分野としては、まあ、プロダクト、まあ、さっきも言ったんですけど、プロダクトと UX の中間みたいな、うんうん、ちょっとまあ、先生からも君の専門難しいよねみたいなよく言われるんですけど何だろうねみたいな、うん、でまああとはあの4年生の時の卒論テーマの、うん、まあ中にデザイン思考みたいな部分も少し入ってました、うんうんうん、まあこれはちょっと研究室の先生がデザイン思考とかをやってる関係もあって、うんうんうん、はい、なるほどね。じゃあちょうどいいや、今その話があったので、そのまま3番、一押しの自作品について、はい、これ一押し、うん、一押しをちょっと自分の中で考えてみて、はいはい、あの、まあ、卒生でもいいんですけど、うん、ほうほう、あのキューボっていう作品で、うん、はい、いろいろちょっとネットにも出たので、ほいほい、それは置いとこうかなと、あえて。言われる、貼っとくとかなんか。あ、そうですね。うん、例えば、なんかネットで、なんだろうな、ちょっと僕の画像、画面共有しましょうか。あ、じゃあ、そうだね。どうしますか。はい、おーい。よいしょ。はい。あ、万年筆文房具さん、待ってました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当に。もう名前からどなたか分かるっていう強みですよね、これは。じゃあ、ケイタ君に画面共有でできてるかな、はい、あ、できてます。で、まあ、こうやってキューボ名古屋工業大学とか検索してもらえれば、この辺で出るんで。出てくる。あ、いいね。あの、この辺、いや、なんか勝手にニュースになっちゃったんで。ああ、いいよね。はい。ははまるでアタック25。まあ、これ、この辺見、ディグってもらえれば、僕の卒生がどんなのだったのかっていうのが分かると思うので、これは。バズってたよね。あ、そうです、そうです。そうだよね。はい。おかげさまで。ねえ。で、ちょっとこれは置いとこうという、自分の中で判断がありまして、こちらですね。お。これはこれまだ実験。これ多分、染料の実験に見えるんだけど、違う？そうです、そうです。名古屋工業大学ドライブってめっちゃ面白い、ね、あ、そうなんです。これ、なんか、今回は Google ドライブをなんかやってるんですよね。仕組みよく分かってないんですけど。で、これ、なんか、容量無制限でドライブ使えるんで。めっちゃいいの。ここにめちゃめちゃ上げまくってて、今、767GB 使ってる。これは置いといて、3年生の後期に作ったものなんですけど、うんうん、結構3年生後期、はい、3年生の夏休みにインターンとかに行ったりして、うんうん、いろいろ外の学生さんとかから刺激もらったりとか、うんうん、であと自分がどういう方向に進もうかとか、どういうふうにデザインを考えるのかっていうのをすごい考えてたっていうか、悩んでた時期で、でそれを突破するきっかけになったのがこのデザインですね。で、なるほどね、まあちょっとこの画像だけでは全然伝わんないんですけど、まあそうだね、こんな感じでやってたと、うんうん、で、どれを見せればいいかな、まあデザイン系とか建築の人もそうかもしれないんですけど、結構自分たちでモックとか模型とか作るときに染料とか選んだりするんですよ、うんうんうん、で、まあ結構この辺メジャーですかね、うんうん、こういうの使ったりするんですけど、うんうん、これに着目したのは結構後の方で、最初にテーマ
与えられた時に、うんうん、そのファストファニチャーっていうことについて考えようと思ったんですね、うん、あのファストファッションの流れで家具もそのファストの流れが来てる。え、それはイケア的なってこと？そうですそうです。こうなんていうんですか、安価で気軽にこう自分の洋服を毎日買えるように家具も買えれるみたいな、ちょっともう何年も前の話なのでちょっとなんか忘れちゃったんですけど、まあそういうことが、そういう流れが一応流れというか市場があるっていう。で、まあデザイン系の学生ならよくあるその大量消費、大量生産、大量消費はどうなんだとか、そういう材料の無駄遣いとかそういうのは良くないみたいなことを考え始めたんですよ。まあ例、あの自分も例に漏れず、うんうん、で、まあ、最初はプロダクトで進みたくて、うんうん、プロダクトっていうとやっぱり形とかを考えがちで、僕も結局そういう風に最初スタートして形ばっかり考えてたんですけど、うんうん、やっぱ家具って難しいんですよね。風丸さんの時も椅子ですごい苦しんだって話あったんですけど、家具ってすごいんですよ、やっぱり。で、一回立ち返って自分が何をすべきかっていうのを考えた時に、ファストファニチャーはいいところもある。なんか、安いっていいことだよねって。別に安いことは悪いことじゃない。で、安価な材料がちゃんとこう製品として世の中にあって、それを使って家具になるっていうこともいいことだよなっていうふうに考えてて、何が良くないのかなと思ったら、その安い材料で安い家具を作るとすぐに壊れたり、すぐにこうなんていうんですかね、表面の仕上げ材とかが剥がれたりとか傷がついたりして、何かもう見栄えが悪くなったりとかしやすいなってことで、じゃあ材料を考えた方がいいのかっていうふうになってたんですね、だんだん。で、あの、安い材料なんだけど、何かこう、なんていうんですかね、仕上げ材、例えば月板とか木目シートみたいなものを貼らずに、できて、ちゃんとテクスチャーっぽい感じもあって、で、なんとなく綺麗かもしれないみたいなものができたらいいなっていうことで、で、着目した材料は MDF っていう、あの、木の繊維を固めた板で有名なの MDF、こんな感じの材料です。で、これをちょっともう今思えばだいぶ狂ってたんですけど、いろんな厚みがあるんですね、MDF って板が。それを一回こういう感じで短冊みたいに細かく切ったんですよ。めっちゃ大変。切った後に何したかっていうと、これですよ。表面に染料を塗って、で、どうするかっていうと、どうするかっていうと、ちょっと現物があるので見せますが、よいしょ。こういう、ことです。ミルフィーユ状に挟む。なるほど。これが板になれば、こう木目みたいになるし、で、材料としては MDF と染料だけだから安いし、なんかこれでファストファニチャー作ったらええんちゃうみたいな。自分で合板を作ったわけね。そうです。合板から合板を作ったんですよ。面白いですね。MDF の定義がわからなくなる。っていうことをやりまして、うんうん、なんかこれやった時に、あ、これいけるわって思っちゃって、で、まあこんな感じで試作をいっぱい、まあこれ本当に一部なんですけど、重ねてって、で、例えばこれ、あの MDF って、あの板、まあ、繊維状の板なので、こう、面白いな。なんていうの？なるほど、なるほど。横から、横から穴開けると裂けちゃうんですよ。例えば、こんな感じで。見えますかね？わかる。で、だから、こう、ネジ止めできないなとか考えたり。で、そんな中でも、なんとか、こう、ここを、
結構ガチッと横サイドを固定させて、うん、ドリルで穴開けて、で、こういう、うん、なんていうんでしたっけ。細。ああ、そうそうそう。ダボ？あ、そうです。ダボだ。木ダボで、これをこう、つなぐっていう。で、うん、家具作ってる職人さんとかにも相談しながら、まあ、木同士を接着させるのに一番強いのはやっぱり木工用ボンドだよって言われて、うん、で、MDF すごく繊維質なので、まあ、木工用ボンド向いてるなと思って、うん、これをこういう感じで組み合わせて、ここの部分を木工用ボンドで接着させれば、うん、結構ちゃんとした家具になるんじゃないかなっていうふうに考えてて、うん、できた完成品の写真が、はいはい、ちょっと、完成品の形に関してはもう逆で全然デザインしなかったんですけど。ああ、そうなんだ。よいしょ。固定種、固定種も。はい。こんな感じなんですよね。ああ。これなんでこの形にしたかっていうのは一応考えてて、うんうん、まあ、カラーボックスってファストファニチャーの象徴みたいなものかなと思ったんで。うんうん、まあ、そうだね。カラーボックスと同じ形にして、で、対比させて、見たときに、この素材がどういうものかっていうのが分かるのかなっていうふうに思って、この形にしましたね。拡大した、あ、あったあった。こんな感じです。うん、あいいね。あいいじゃん。ははおあ、めっちゃいいよ。結構綺麗にいったんですよ。いや、これは結構面白いね。で、これ考えるときも、これ全部MDF1 枚ずつ接着していくんですけど、いやもう同じパターンにすると、どうしてもこう、うんうんうん、止まらない感じになるので、ちょっとだけ、揺らしながら。でも、なんとなくパターンはありそうな感じで、うんうん、まあ、昔で言うのかな、F 分の1の揺らぎみたいな雰囲気で、ちょっとこう、パターンはデザインするみたいな。なるほど。だけど、まあ、形はデザインせずに、こういう使い方があるんじゃないかっていう提案っていうのを、いや、面白いね、これ。やっていきます。面白いよ。MDF の新たな可能性が見えたな。いや、そうなんですよ。でも、結構面白くて、なんだろう、その、木で一番重要な部分って、いわゆる柾目って言われる部分で、そうです、そうです。こう、縦線、だから、こう木目の部分がこう斜めに出るんじゃなくて、きれいにまっすぐ出る線が木の中で一番取れる量が少ないから一番貴重なんだけど、でこれ逆に言うと自ら年輪を作ってるみたいな作業 で、 そ、 それが面白いんですよね。でこれタイトルがちょっと上にチラチラ出てて、こうにじめって書いてて、まさに柾目と板目じゃない目木目でにじめ、にじんで、これにじんでることを言いたくて、うん、インクが滲んでるんですよ。そうなんだよ。そうだね、だブレてんだよね、これ、線も。そうです、そうです。なんで、線も一応、揺らぎがあるっていうか、うん、で、かつ、このパターンも揺らいでて、で木みたいな感じの板目だから、ね、僕、滲めと。ふうに名前を付けまして、で、実際はこんな感じで、1枚ずつ木工ボンドで貼ってって、プレスをかけて。やばいよね。気狂ってるよな。ほんと気狂ってた時期ですね、これは。ちょっと友達にも手伝ってもらいながら。これは多分、パターン検証してる。いや、面白いなぁ。だってな、まさめの板変えようってなっちゃうもん。まさめの板変えようか、合板変えようってなっちゃうところ、まあまあ確かに。これ、そしてめっちゃ重くない？これ結構重量感ありますよ。あるよね。MDF 重いもんね。MDF は本当にやばい。重いっすよね。重いです。で、これ、ここで作業してる部屋から、その木工の作業ができる工房までちょっと距離あるんで、結構しんどい。だよね。結構重い、うん。なるほどね。俺も今回の趣旨制作 MDF 使ってて。あ、そうなんですね。いいですね。僕も MDF 大好きですよ、これで。僕も実は卒業制作 MDF でも OK 作ったんですよ。あ、もうみんな MDF 大好き。いや、MDF はマジでいい。安いんだよね。安いし、部材もすごいいろんな大きさあるし、で、薄さも結構あるし。に、何か、何その、節とかもないし。そうそう。木目方向も考えなくていいし、そうなんですよね。むちゃむちゃいい素材なんよ。だから、なんだろう、そうなんですよね。だから、何かな。うん。あ、うまい日は出てこなかった。まあ、とりあえず、なんかこう、コンビニっぽいですよね、MDF って。うんうん。
だからすごい便利。なるほどね。そうなんです。均質化された、質が全部均質化されてるくせに木材だから。で、めっちゃ便利なんだよな。これちょっと、まあ、やってみての発見というか、うんうん、まあ、そこはちょっとうまく活用はできなかったんですけど、うんうん、意外だったのが、まあ、はいはい、MDF 均質な素材なんだろうなって思ってたら、うん、意外とこういう塗料を塗ってみると、見えるかな、うん、こういう感じで、あの、繊維の、それぞれの、塗料の染み込みやすさが違うので、うん、逆にテクスチャーが浮いてくるみたいな。そうなんだよね。もう意外といいかな、みたいな。で、いいっす。いや逆に。それは面白いね。で、これ中身まで染み込んでるんで、どんだけ削ってもこの目が出てくる。うん、そう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 。で、まあ、傷がついたり、角ぶつけて、なんか、ベコってなっちゃっても、やすったりすればまた綺麗に使えるよっていう提案でした。これが僕の一押しです。面白い。面白いな。長くなりました。俺、キューブよりそっちの方が好きかも。ありがとうございます。いや、意外と僕、こういうアナログなものの方がめちゃめちゃ好きなんですよ。いや、なんか、あの、きちんとその製造の段階から、要はスタイリングだけの話とかに終始してないのがすごいいいなと思ってて。うん、要はそのファブリケーションの段階からきちんと考えてる感じがいいなと思ったんだよ、ね、なるほどね、まあ、そうですね、量産のことも考えながらやってたんで、そうそうそう、製造はこういうふうにやったら量産できるんだろうなっていうのを考えながらですね、うんうん、ちなみにあのオチとしてはさっきいろんな線量見せましたけどはい、はい、あそこで出した線量全部一個も使ってないんですよ。どれもうまくいかなくて。何使ったの？コピックです。だからか、いや、なんか断面変な塗り方しとると思って。ちょっと待って、そうなんです。コピックならなんか話変わってくるよ。いや、あの、本当はもうちょっといい線量見つけたかったんですけど、なんか時間なくなって、あ、そっか。手元にあったやつ塗ってみたら意外に一番にじむやんみたいな。まあ、確かに。そうか。そうか。はい、なんで、あの、コピックの、あの、替えの液あるじゃないですか。はい、うん、最初あれをこうバーって塗ったら、あ、今度これはちょっとあのこんな感じになっちゃってにじみすぎる。あ、これは綺麗じゃないなと思って頑張ってペンで塗りました。なるほどね。あの揺らぎはコピックやったんだね。コピックのインクが一番良かったですね、今のところは。なるほどね、はい、なるほどなるほど。いや、すごい面白い話が聞けた。全然知らなかったそれ。はい、どこにも出してないので。だよね。はい、なるほど。じゃあそんな感じ。はい、そんな感じでした。次に行きたいと思います。はい。で、4番ですね。今、現在、興味があることについて。はい、まあ、もう時間が結構押しちゃってる感じですかね。まあ、ポンポン、ね、はい、行きたいと思う。まあまあ、この辺はさらっと流してもらえればいいんですけど、はいはい、あの、フュージョン360と、はいはい、あと、生物学みたいな、ちょっと。植物とか動物みたいなところが、はいはい、まあそんなにあのがっつり興味あるっていうよりは、なんとなく興味あるなっていう、二つともですけど。感じです。なぜ、まあ、フュージョンは、あの、僕ずっとライノやってたんですけど、ほいほい、あの、M1、去年の秋ぐらいから、フュージョンやり始めたら、なんか意外に面白くて、うん、ライノと全然考え方が違うんで、うんうん、あ、そこが面白くて、最近ちょっとずっとやってました。何が面白かったの？なんだろうな、なんか、形がすごくロジカルに組み立てれる。うんうん、まあ、ライノもロジカルなんですけど、うんうんうん、僕に合ってる方はフュージョンだった気がします。うん、結構インターフェースレベルでの、うん、こう合う合わないみたいな。ああ、そうですね。あと、まあ、フュージョン、慣れれば分かりやすいな、インターフェースとかも。うんうん、ライノから入っちゃうと。そうそう、だからソリッドワークス、そうです、そうです。ソリッドワークスに近い使い方で、ちゃんとツリーもあるし、うん、でただソリッドワークスよりもその工業的ではない。いい意味で工業的ではないから、うんうん、その、うんうん、高速がややこしかったりとか、そこまでのことがないんで、
そうですね。だから本当になんかあの学生無料って言ってるだけあって、学生が使ってて一番いいレベルな気がする。うん、そう思いますね。うん、そうなんだ。フュージョンは使ったことないかな。フュージョンってオートデスクですよね。オートデスクですね。そうそうそう、オートデスク。ソリッドワークって、あれはもっとなんかプロっぽいんですか？あれは、バカな質問ですけど。いや、あれはマジで超工業的な感じがするね。あ、そうなんだ。年間使用料100万円っていうだけあってちゃんとしてる。あ、なるほどね、うんうん。めっちゃ多機能的な、そんな感じじゃないですか、うん、あ、でもむっちゃ多機能。それ自体でもレンダリング精度結構高いし。うん、で、あの、流動計算とかもできるし。あ、そうなんだ。うん、なるほどな。なるほど、なるほど。で、なんだっけ、もう一つ。生物学みたいな分野ですね。そうそう、なんでこれは大学院 の、 あの共通で取らなきゃいけない授業の一つでたまたま取ったのが、うん、そういう、環境生態学っていう授業なんですけど、まあそれでちょっといろいろその先生の授業聞いてたら意外に面白いなっていうのを聞けて、やっぱうん、いや、そのほいほい、デザインずっと考えてるかも、らかもしれないんですけど、なんとなく、その、ああ、これ、形に意味があるってそういうことか、みたいなのを改めて感じる。うんうん、形には意味があるみたいな、はい、機能美じゃないですけど、なんかそういうものを考え、もう一回考えたかな、っていう。だ結構ヒントがあるみたいな。っていうよりも、面白い視点をもらった感じですかね。普段あんまり気づいてなかった部分を気づけるような視点をちょっともらったような。うんうん、ああ、なるほど、なるほど。なるほどね。まあ、でもちょっと授業終わっちゃったんで、最近興味薄れてますけど。確かにね。一時期だからデザインをその生物学的な観点で、なんだろう、一時環境のなんかあの環境問題とかになった時に環境に目を向けるっつうことでこう生物とかに目を向けるみたいな流行あったじゃないですか、うんうん、あったあったあった、カタツムリがいい例ね。ああ、そうですね。だからそうそうそう、そういうものにちょっとつなげられるかなと思ったんですけど、それはまた後で掘り下げましょう。はい、はい、というわけで次の質問に行きたいかなと思います。次の質問は、好きなクリエイターもしくは作品、はい、まあ何でもいいですけどありますか。結構皆さんかな、なんかデザイナーとか建築家だったイメージがあったんですけど、ちょっと僕全然そこじゃなくて、うん、ルネマグリット。おお、マグリット。ルネマグリット、ああ、マグリット。小学4年生か3年生ぐらいの時に、うん、名古屋市美術館に、うん、あの展示のイベントがあって、でそこに親と一緒に行った時に、衝撃を受けた。マグリットに。はい、なんか、うちの母親が結構美術館とか連れてく人で、ちっちゃい時によく行ってたんですけど、なんか、まあ、退屈なやつとかも確かあった気がしてて、そういうの全然覚えてないんですけど、うん、マグリットのやつだけはすごく強烈に印象があって、で特にの光の帝国シリーズみたいな、うん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 、ちょっと待って、多分それは風丸さんの方が詳しいからググります、はい、はいはい、続けてください。光の帝国っていう作品があって、であのちっちゃいからもう全然頭回んなくて、ただのなんかちょっと暗めの絵かなみたいな、うんうんうん、って思ってたら、なんか 母親かな、なんかこれちょっとおかしいねって言われて、どこがおかしいかなってずっと考えてた時に、あ、昼と夜共存してるやんみたいな、あ、これか、みたいな、はいはいはい、それでなんかもうやられた感が強くて、そこからずっとなんかそういうなんかこう、うんうん、楽しく裏切ってくる人とか、楽しく裏切ったデザインとかをしてくる人は割と好きですね。なるほど。なんで、あの、あれとか、
レアンドロ・エルディッヒとか。ああ、もう今ちょうどやってるのかな。展示やってるんで、行こうかなっていう。でも一人だと楽しくないのか。やめとけやめとけ、本当に一人はダメ。マジで。全力で、全力で一人で行ったから。経験をもとに全力で阻止。あ、本当っすか。心砕けっから。そういう感じですね。はい。なるほどね。そっか、マグリットなんだ。意外だな。その時代のこうシュルレアリスムの絵画が好きとかではなくて。ああ、いや、シュルレアリスムの流れはあんまり好きじゃないかもしれない。あ、そうなの？あ、そうだよ。それこそ、ダリとか。はいはい。あんまり。だから、あの、シュールのあの辺りの好きな人って、こう、異なる2つの要素が、今のその光の帝国の絵画みたいに、こう、夜と昼が同居してる一つの作品みたいな、うんうんうん、その、異質なものがど、あの同居したり、並列にあるのを、まるっとこう、好きですよみたいな話が多いんだけど、そういう感じでもなく、ただ、あの、一人のアーティストとして、マグリットがいいな、みたいな感じに近い。まあ、そうですね。あとは、なんか、どっかにユーモラスな要素が入ってるみたいな。はいはい、あ、結構マグリットもちょっとグロテスクな感じの絵とかもあったりするんですけど、まあ、それもなんかちゃんと見れば結構ユーモアのあるやつだったりとか、うん、そうだね。レアンドル・ルイヒなんかもうね、ユーモアフルというか、うん、なんかちょっとこう、ね、うんうん、ハッピーすぎるかなと思うんですよね。まあそれはちょっと分かるけど、マグリットぐらいちょっとなんかブラックな感じがいいかな。こう口元だけ笑ってる感じだね。大口開けて笑う感じじゃなくて、ね、うん、なるほどなるほど。そっか、ちょっと意外な回答が聞きました。はい。というわけで次の質問に、ちょっとまあ、あ、いいですよ、なんかあれば、うんうん、いや追加で最近ちょっと、おいおい、あの友達に勧められてアウトレイジを見たんですけど、おお、うん、え、何最終章をちょっと見れなくて、あの、1、2ですね。はいはいはい。最初と2つ目のビヨンドのやつ見て、あんまり、なんですかね、ああいうヤクザものとか全然見てこなかったんですけど、なんか、アウトレイジは結構ユーモアが効いてて、意外に勢いでバッて見て、面白かったなと思ってますね。なんで、やっぱ、アウトレイジ見たことないんだよな。どっかにちょっとユーモアが欲しいっていう感じですね。北野武史作品って結構そういうイメージがあるんですけど、そうでもない、うん、そうかもしれないですね。他のやつら、うん、あ、そっか、うん、なるほどね。だからあのすごいあの堅苦しいのじゃなくて、どっかでこう抜けがある方が、そうそうそう、あるのが好みだと、うん、なるほど。これは完全に個人的な趣味。まあまあそれを聞いてますからね。全く構いません。全く構わないので、じゃあ次行っていいですか。はい、どうぞ。じゃあ次はですね、おすすめの著書ですね。これは、著書っていうと自分が書いた本だよな。そう、おすすめの。これもうめっちゃ本出して、じゃあおすすめの本はありましょう。書籍はありますか。書籍ですかね。うん、これは、ちょっとまあ、あんまり考えずにパッと思いついたやつにしようと思って、はいはい、まあ、読んだやつの中で思い浮かんだのが、石間由紀夫の不道徳的教育講座。不道徳的教育講座。久しぶりに聞いたぞ。名前がエッジ聞きすぎてるっていうタイトルが。不道徳的教育講座。石間由紀夫。本の創生が真っピンクなんですよね。文庫本が。なんか全然三島由紀夫とか読まないんですけど、これだけたまたま手に取って読んでみて、うんうん、なんか面白かったなっていう。三島由紀夫そのものに対する興味はあるんですか。いや、全然ないです。あ、そうなんだ。なんかどっかのテレビで紹介されてたのがどっかに頭にあって、うん、たまたま本屋に行った時に、うんうん、あ、これかなみたいな、タイトルも面白そうみたいな。その時も ほとんど三島由紀夫が書いたっていうのも全く意識してなくて、うんうん、別に著者に興味があったわけじゃなくて中身だけ
にまるっと興味があるって感じ、うん、で確かにさっきの話とちょっとつながるかもね。この話もこれもすごいユーモラスじゃん。ねえねえ、めちゃめちゃそうやね。なんかこう結構面白かったなっていう、うん、なんかその 逆説的というか、そうそう、うん、あとこれ確かエッセイ集みたいな感じで、うんうん、雑誌の連載をまとめたみたいな形だったと思うんですけど、うんうん、なんか三島由紀夫が年を追うごとに、うん、この主義思考が変わっていってるっていうのが、うん、はいはい、なんか面白かったな、うん、なんかその前の方ですごく否定してたものを後半の方にすごいなんかそれは正しかったみたいな、めちゃこう手のひら返ししてくる、うん、です。なるほどね。そうか、これもまた意外だったな。最初はノリで読んだんですけどね、うん、あでもなんかウィキペディアに後書きだけ抜粋して載ってるんやけど、はいはい、いいね。なんか最もそんな苛立ちをわざわざ読み取ってもらう必要はないので、ただ楽しんで読んでもらえればそれでいいのかもしれない。どんな時代にも無害な悪意は人を微笑ませるものである。うん、いいねな。ああよ、俺なんか入試の過去問かなんかで読んで、そうそう、クソ読みずれと思って。確かに。そう、深読みするもんじゃない。入試には不向きかも。うん。なんかで読んで、あ面白いなと思ったうちの一個やったな。この不道徳教育講座っていうのはなんか耳に覚えがあって、うん、面白いなと思って顔、はい、これでした。なるほどね。はい、はーい。というわけでじゃあ次の質問に行こうかなと、7番はクリエイターを目指そうと思った理由を聞きたいなと。うん、とまたこれに戻るんですけど、ほいほい、昔からやっぱり手を動かすのは好きだったんですよ、うんうん、特に物を作る、うんうん、絵を描くっていうよりは、うんうん、そのハサミとカッターとノリとかで、うん、ちっちゃい時からずっと工作してたりして、うんうん、でまあそれがあってこれが生まれたわけなんですけど、うんうん、まあ近所に家具工房みたいなのがあって、うん、で、うん、それ、いいね、そこの職人さんが父親の友達で、ちっちゃい時からなんかその木の端材もらったりとかしたりしてて、で中学校の時とかもその家具自分で、まあ、デザインとまでは言えないんですけど設計して、でまあ組み立てたりしてとかやってて、でその流れで最初はもう中学校の時にそういうことやってたんで、うんうん、ちっちゃい時にこれぐらいのもの作って、うんうん、中学校の時にもっとでかいもの作ってたんで、うん、なんかもうめちゃめちゃでかいもの作りたいっていう、なんか頭の悪い発想になっていって、どんどん、どんどんでかい、どんどんでかいもの作りたいっていう、ね、うんうん。いや、いいじゃん。いいよ、そのマインド。で、中学校の時に、うんうん、14歳のハローワークだったかな。なんかそういう本で、うんうん、13歳か。13歳か。はいはい、いろんな職業とか出てくる中で、うんうん、なんか建築家みたいなのが確か出てきたような、なんかそれに近しいものが出てきたりしてて、うん、で建築家の仕事どんなんできるのかなって思って調べたら、うん、なんか今いろいろあるじゃないですか、木造建築士、二級建築士ってあるんですけど、ね、で一級建築士になって、うん、でその違う本で読んでる時に二級建築士は何々まで作れるとか条件があるんですよ。はいはい、ありますね。一級建築士ってなったら制限なしって。いや、そう。これじゃん。でかいの作れるみたいな。で、ね、建築がやりたくて、うん、で、そのままの流れで名工の建築に来まして、うんうん、で、まあ、いろいろあってデザインの方に流れていったという形になります。なるほどね。はい。なるほどね。だから最初は建築が、そうです、そうです。興味あったんですね。今でも好きですけどね。自分はちょっと、自分で設計するのは厳しいな、みたいな。あ、そうなんだ、うん。それちょっと後々聞こうかなと思います。はい。普通に気になる。そっか。まあ、目指そうと思ったのは、小さい時から結構手を動かして作ってたと。そうです。なるほどね。
なるほどね、なるほど。そしたら次の質問はですね、はい、いや1番の成功体験について。これパスしていいですか？ね、これ決めてなかったですね。あとで答えるっていうわけではなくて、そもそも。いや、なんか、じゃあ分かった、うん、考えてても全然出てこなくて、あ、本当、何が成功体験なんだろうみたいな。パスでいい。まあ、OK、いいよ。パスで。パスです。はい。じゃあ、一番失敗したことはありますか？一番。一番失敗したのは、一応高校時代にしときました。しときました。はい。なるほど、リスクヘッジみたいなね。そっか。ヘッジ、うん。何を失敗したんですか？ちょっと頭の良すぎる高校に行ってしまったことかな。周りのレベルが緩かったんですよ。へえ。それダメだったの？ダメでしたね。僕には合ってなかったですね。それは具体的にどういうふうにダメだったの？いやー、なんだろうな。単純についていけなかった、うん、あ、その学力的にももちろんそうなんですけど、うんうん、それ以前になんかその高校のノリみたいなのにちょっとついていけなくて、うんうん、ほうほう、1年生の時とかは結構まあ頑張って友達とか作ってたんですけど、だんだんもう部活ばっかりになっちゃって、部活の子は仲良かったんですけど教室の中にはあんまり友達いないみたいな感じになっちゃって、なんかこう結構伝統があったりすごくイベントがあって、で部活とか文化祭とかそういうのもちゃんとやって、で勉強もちゃんとやって進学校としていろんな大学行くみたいな学校の方針だったんで、結構みんなイケイケな感じでこう、ああなるほど、行こうみたいな、分かってきたよ、分かってきた、そんな感じの学校でなんか合わなかった、ね、うん、解像度が上がってきたよ、なるほどね、あるあるなるほどね。でまあそんな中でも自分と同じ匂いみたいなやつを走ってるやつはいて、あ、まあ、そういう人たちとまあ端の方でつるんで遊んでたとかですかね、うん、なんでちょっとまあ、うん、失敗、一番の失敗ではないんですけど、まあ、あの高校選びは失敗したかなっていう感じですね。へ、うん、なるほどね。耳が痛いですな。いやでも多分自分より全然辛いことを体験してる方はたくさんいるんで、うん、まあ別になんだろうね、その辛いとかほとんどもう相対的なもんだから、うん、絶対的じゃない、絶対的なもんだから、絶対的な、そうそう、他人がどうこう言うもんじゃないんで、これはそうじゃないと思いますよ、別に良し悪しはないと思うんで、まあまあまあ全然いいと思います。というわけで最後にですね、ディギングデザインの意気込みをちょっとポロッと言ってもらって、はい、はい、まあ、あのメモには全部質問項目とそこに答える内容を書いたんですけどディギングデザインの意気込みは昔からラジオ好きだしって書いてきましたあのね、全く正しいね。全く正しいと思う。うん、ラジオ好きで。いや、ほんと、ここにいる人はみんなラジオ好きだと思う。ね、ラジオ好きで。これが始まったきっかけでもあるっちゃあるんですよね。そうね。なんか僕がラジオ聞きすぎてて、なんかラジオ MC みたいなことを、その G マークのアルバイトの休憩中にやったら、これできんじゃねみたいな。うん、そう、うますぎたんだよ。ちょっとやってしまいました。もうラジオは、そうですね、うん、ちっちゃい時から親が聞いたのをずっと聞いてて、ラジオはいいね、うん、小学校の時に、ま、なんか安いラジオを親にもらって、そこからずっとラジオです、うん、なのでリキングデザインは本当にまあ映像ありですけどラジオみたいな、いや、そうですね、なのでね、そうそう、なるほどね、ラジオのように、まあでもそうなんですよね、それは結構いい意気込みじゃないですか、マジで。ラジオの距離感が一番いいかなと思うんですよ、ね、よくあるあれだよね、テレビはあの大声でみんなあのテレビの前にいる人を多人数を想定してるけど、ラジオはメディアの、うんうん、ラジオの前にいる人は一人だけっていうのを想定してやってる、うんうん、あの距離感でディーグデザインもやっていきたいかなと
思います。はい。というわけで、追加の質問ですね、ここからは。はい。まあ、これはなんか、これだって追加の質問さ、ケイタ君用意したやつだよね、もともと。そうです、そうです。僕がみんなに聞きたかったこと。ということは、これ、つまり自問自答なわけですけど、はい。まあ、やっていきましょう。追加質問は、はい、あんまり深く掘り下げずに、あ、ちょっと申し訳ないですけど、僕から あのお願いで、はいはい、ポンポン行ってほしいです。あ、じゃあ、テンポよく行きましょう。テンポよく、はい、お願いします。はい。じゃあ、普段の生活の中で気になっていることとか、なんかこうしたいな、みたいなもの、もしくは、なんかそういうこと、もしくはそういう場所について何かありますか？トイレと電車です。トイレと電車？はい、じゃあ次。はい、そんな感じです。ダメだよ、これ。ダメでしょ。いや、後で、後でいいの、はい、後でいいか。じゃあ、後で聞きましょう。トイレと電車ね。はい。もう引きずってしょうがないんですけど。じゃあ次の質問。好きな色とその理由を教えてください。白。綺麗。OK。じゃあ好きな素材について。ちょっと待って。あ、まあ好きな色は白なんですけど、まあ、透明とかも好きです。色っていう言い方できるか分かんないですけど。なるほどね。透明。透明とか白とか。白、透明。OK。はい。はい。じゃあ好きな素材はありますか？好きな素材は、はい、いろいろ考えて MDF 上がったんですけど、MDF の話が終わらないなと思ったんで、MDF だよね。まあ、ちっちゃい時にずっと好きだなって思ったのが、石とかガラスとかですね。なるほど。それは今も継続して、はい、まあ、嫌いじゃないですね、全然もう。嫌いじゃない。っていう言い方が正しいです。好きっていうか嫌いじゃない。石とかガラス。じゃあ裏を返せば好きな素材そんなにないってこと？好きな、まあ、自然のものがいいですね。言い方が悪いな。何そんな、なんか、飛び抜けて好きだっていうよりは、こう、まんべんなく結構好き、素材は好きだよねって感じかな。素材は好きですね。なるほどね。石とかガラスね。はい。はい。じゃあですね、人を見るとき。何が一番気になりますか？表情、表情、文字。あ、これ箇条書きのやつだ。姿勢。表情、字、文字、姿勢。表情と文字と姿勢です。表情と文字と姿勢。はい。表情と文字と姿勢。ああ、まあ、なんとなくわかるかな。まあ、この辺は、さっと言ってください。はい。というわけで、次は、はい、衣食住の中でこれだけは譲れないなってものはありますか？これはいはい、風丸さんが食死ぬからっていう答え方してて、ほうほう、その時確かにと思ったんですけど、最近めちゃめちゃ寒くて、ああ全部ないと死ぬと思ったんで、はい、やっぱり衣食住は全部ないと死ぬと考えて、うん、その中でもやっぱり住むですかね。いや別にこの質問完全にこう死を基準にして考えなくてもいいですよこれ。まあ、そうだけど、これはもう自分が皆さんに質問した時にも自分の中で最初から決まってたやつです。住、うん、そうなんだ。住ね。住ですね。なるほど、なるほど。じゃあ一番最後に、一番最後だっけ、はい、なんかもう一個ぐらいあった気がするけど、最後、最近ワクワクさせられるような会社とか、まあ人とかでもいいんですけど、はい、はい、まあ、前回と引き続きになりますが、任天堂プラスゲーム業界。ゲーム業界、なるほどですね。なるほど。じゃあ簡単に理由も聞いていこうかな。いや、なんか今一番勢いがあるというか盛り上がってる感じがするので。そうだよね。なんとなく、あとはあれですね、まあ、さっきプロダクトと UX の間っていうふうに言ってたので、うん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 、結構ゲームってそれに通じるところがあったりしてるので、ね、その話は超したい。で、まあ、そうね、
今回の話の回には収まらないと思うんですが、任天堂並びにゲーム業界という形でどうでしょう。あのさ、任天堂が出したさ、あれあれあれ、ダンボールのやつ。はい、それです、それです。それですよね。あの話 しましたどっかで。やってない、まあ、いや、前回僕がチラッと出して、風丸さんがそれは2時間かかるやつって言って、終わり。ああ、すぐに、すぐに忌避されてる。じゃあ、今日徹底的にやりましょう。いや、別に何でもいいんですけど。朝日出てくるよ。まあなんかそのうちやりましょう。あれは絶対触れないといけない。あれはちょっと避けて取れないですよね、うん、あれは。取れないです。そうなんですよね。あれは避けて取れない。なるほど。よくわかりました、はい。というわけでですね、終わった、一連の質問が終わりました。お疲れ様です。はい。書き出しするので少々お待ちを。はい。そうか。恥ずかしい。というわけでですね、一回休憩のようなブレイクを挟んで、また、まあ、5分ぐらいしたら再開します。はい。とはいえ、放送自体は切らないんで、適当に、まあそうですね、雑談聞きたい人は聞いててください。トイレ行きたい人は行ってください。はい。はい。という感じです。はい。そっか。そうだよね。あれです。最初見たとき、俺感動、めっちゃ感動しちゃってさ。うん。PV さ。うん、僕泣きましたよ、普通に。やばいよね。いやマジあれは本当にうわーって声出た。あれめっちゃずるいよ、なんかめっちゃずるいわ。普通に布団にうずくまってました、ね、なんかね、うん、めっちゃ変な声出たもん。うん、なんかな、本当にでも言われぬ感情が。そうそう、なんかもうこのまま発表にとどめて製品化せずに、なんかもうあやふやに終わってもいいやん、ね、なんかあれは幻だったみたいな感じで終わって、なんかすごい、あれなんであんないいなってなったのかな、すごいいいなって感じたんだけど、いやなんかね、僕あれ絶対買おうと思うんですよね。うん、うん、まあ前回の配信の時にも言った、自分に子供ができてたら買ってるだろうなって。そうそう、だから戦略的に見るとあれめっちゃうまくて、その、うん、スイッチ去年だっけ、一昨日だっけ、ちょっと2016年ぐらい販売なんですけど、うん、その時に多分あれ打ち出してるとやばいんですよね。うん、でなんでか、あ、まあ、まあ、まあ、周知の通り、あの、だから最初にあれ出しちゃうと、その、大人も、あの、知育系とか教育系のゲームなんだっていう風に、ゲーム一本路線で買わなくなるから、うん、こう ゲームハードとしての認知がちょっと揺るぐんすよ。うん、で最初完全にゲームハードとして出しますって、ゲーム専用機で出しますって言ってるから、だからスイッチって YouTube とか見れないんですよね。うんうん、Netflix とか普通だったら見れるようにするんだけど、うん、でそれやらずにゲームハードとして出して、で1年とか2年ぐらい経った頃にあれをボーンと出して、で供給も追いついてきて、でお母さん方もあれを見たら、まあ、任天堂スイッチぐらいだったら、うん、なんか、こう、工作とか良さそうだし、買ってあげてもいいかしらっていうのに持ってった、あのうまさ。あれ、すごい。あれ、やられたよ。やりましたね。うん、うまいな。スイッチだったら買ってもいいかなってなりますもんね、あれ見たら。うん、すごいな。まあちょっとあいにく値段と、あとキラーコンテンツの少なさで俺はちょっと買うのを見送ってるんで。いや、買いましょうよ、スイッチ。プラトゥーンぐらいなんだよな、やりたかったの。でももうなんか下火な感じがして、しもびた。マインクラフトとか買えばいいのに、風丸さん。マインクラフトだって俺もパソコンでやってるし。あ、そっか。そうなんだ。そうなんだ。そっかそっか。いや、おすすめですけど。で、ちょっと僕飲むの取ってきます。はい。そっか。いやー、これ疲れるな、うんうん。疲れるよね。疲れますよ。めっちゃ疲れる。自分がディグられるっていうか、えぐられるみたいな。いや、なんだろうね、こっちはそんなにディグってるって意識ないんだけどさ、なんかこれ外向けにプレゼンするっていうことを考えると、
勝手に自分からさ、こうえぐられにいってるよね。そうです、そうです。なんかこれ言わないと説明できないしなとか。そう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 。自分でなんか勝手に自分をわーって掘り下げて、どんどん戻れなくなっていくっていう。そうなんですよね。うーん、いやー、で、キイチはどうなってるのか。まあ、キイチはなんか見守ってくれてんじゃないのかな。見守りやすか。わかんない。どっかでコメントとかで参戦はしてるのか、そういうわけじゃないか。わかんない。一応コメントでは、そうそう、万年筆文房具さんが、ポロポロっとコメントしてくれてます。金質、金質、ああ、だから、これさっきのあれだよね。MDF の話だよね。ですね。うんうん。いや、でもそれ、なかなか面白いね、それ。なんかこれ。うんうん。すごい面白かった、その話。うん。結構苦しんだんですよね、個人的には。うん、だから、MDF そのものはさ、ものすごい企画化されたプロダクションだからさ、うんうん、そこにこう、さっきの揺らぎじゃないけど、うんうん、持ち込んでいくっていうのは。だからそうなんだよね。だから、そのファストファニチャーっていうのは、要は揺らぎがないわけじゃん、全く。そうなんですよ。製品はプロダクトすぎるというか。そう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 。うんうん、だからすごい、だから、インダストリア、だから、非常に工業的なわけじゃん。うん、存在そのものが。うんうん。うんうん、だから、ね、なんだろうな。だからそこに、でもなんで我々は、なんかそういうものに対して、そういうものよりも、なんだろう、オーダーメイドとかの方がすごい気持ちいいく感じるのはなぜなんだろうね。だから木とかが売られる理由はさ、一つ一つ木目が違いますとかって言うわけじゃん。うん。こう、木材とかはさ。うん。あれがいいと感じるのはなぜなんだろうね。うん。なんか、気になるよね。なんで、俺はそれいいと思うし、なんでいいと思うんだろうね。うん。いや、なんかね、そういう話につながると思ったんだよね、その MDF のやつは。まあ、3年生の時なんで、そこまでは考えてないですけどね。でも多分、なんか直感はしてるはずだと思う。まあ、僕も、ちょっとさっき、まあ、説明は口頭でしましたけど、半分はその時考えてて、半分は自分でフィードバックしてみて分かったみたいな感じですね。ちなみに、まだ、これで作った棚は現役で使ってます。結構丈夫そう。まあ、丈夫なんですけど、ね、ちょっと、多分慌てて作った、締め切りが結構近くて、うん、急いで作った部分の接着が甘いところが若干、割れてきた。取れてきてるかなっていう。だから、こう、パキッと取れるよね、普通に考えたら。こう、ウェハースみたいにさ、こうパキッていけるよね、あれ。まあ、パキンって割れたら2つの棚になるかなって。ああ、それ新しいよ。わかんないです。それは新しいな。割れたら、セイタを新しく貼って、2つの本棚として使うか。うん。悪いよな。いや、なんか、いや、これは俺の個人的な興味なんだけど、はい、今雑談だから何でもいいんだけど。だから、結構そのファブリケーション、てか、なんかさ、そのすごい気になるのが、その最近作品っていうことについて考えてて、うん、これは建築家あるあるなんだけど、はいはい、建築家が言う作品っていうのは、はい、その建築写真に載ってる状態のことを作品っていうことが多いわけ。なるほど。で、専門用語で言うと、これは竣工状態のことだよね。はいはいはい、うん、でそれは竣工状態って、建物ができた時点での建築の状態を結構作品って指すことが多い。うん、けど、なんていうかな、本当に重要なの、重要っていうかさ、とはいえ、それはすごい一瞬なわけで、メディアでこうどんどんルーフされるのはそこの段階なんだけど、うん、その前後と、前後があるわけじゃん、はいはい、特に建築なんて。で、その前後をあんまりこう発信していないなっていう、そこはあんまり考えないなっていうのが、結構教育としてもあったりして、うん、ケイタ君のさっきの MDF のやつは、その前をすごい考えてるわけじゃん。要は生、うん、生産の段階だよね。うん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 、だからファブリケーションの段階なんだけど、う
でそこに結構メソを入れると新しいものができるっていうのは全くその通りで、と同時にその後の段階、ポストの段階っていうのを考えないといけないなみたいなことを最近ちょっとぼんやり思ってて、うん、なるほどね、うんうん、だから作品って概念がそのプロダクトとかも、うん、その例えば文房具作ってそれを写真撮ってホームページに上げてメディアに露出しましたっていう作品のこう完結の仕方じゃなくて、こう前段階と後段階も含めて作品っていう、なんていうのかな、そういう基準にすり替えていかないと結構デザイナーそのものがちょっと怪しいかなっていうのをちょっと思ったりするんだよね。なんでそれに危機感を感じてるからちょっとあんまり言えないんだけど、ちょっと話全然変わるんですけど、はいはいはい、ルフィ、あ、いやこれはもうなんか賛成反対とかの話じゃなくて単純な質問で、うん、ルフィさん、なんか作品っていう言い方しますか、自分の考えたものに対して、はい、うん、ああ、なんか僕1年生の時かな、うん、うん、なんかずっと作品っていうのが恥ずかしくて、うん、ずっと自分のデザインとか、うん、自分の制作物とか、そういう言い方、うん、多分今日の配信の中では作品って言葉使ったところもあるかもしれないですけど、うんうんうん、なんかなんで自分は作品っていう言い方が恥ずかしいのかなっていう、あ、なんかでもどうなんだろうね、恥ずかしい、恥ずかしい、うん、恥ずかしいっていう言い方が照れがある、的確なの、あ、うん、なんですかね、作品って言いたくないっていうか、うん、あ、ちょっと30分になっちゃったんで、ちょっと一瞬抜けます。あ、はいはい。ということで、誰もいなくなったリビングデザインですが、そろそろ。はい、ちょっと待ち。あ、いいよいいよ、いってらっしゃい。まあ、いっか。おーい。キーチ君の。はいはい、あ、ごめんなさい、お待たせしました。おかえりなさい。ちょっと今ケイタ君が、はいはい、一瞬抜けます。あ、了解です。そうそう、風丸さんって、うん、自分が作ったものを、あ、作品って呼びますかっていう話をしてました。あ、してたね。あの、ちょっとイヤホンでは聞いてたんだけど、はいはい、多分言ってるな。そんな恥ずかしいっていうイメージはあんまなかったかな。キーチも見てます、聞いてますと。OK です。なんか、コメントで対応できそうだったら、コメントで対応してください。そうですか。作品。で、なんか、どうなんだろう。でも、これ、あの、建築目線だと、結構作品っていうのをこがましいなっていうのは確かにあるんですよね。まあ、確かに、立たないっていう意味で言うとね。それもありますし、実際、あの、実作、例えば僕が住宅建てましたとかなった時に、うん、こう、とはいえお金出してるのはクライアント、世襲で、例えば2000万、3000万とか、まあ、場合によっては5000万とか出してるのに対して僕がこう作品ですっていう、なんだろう、この感じっていうのは結構なんか根深い問題にあるんだよなとか思ったりするんですよね。なんかこう、まあ、確かに作品っていうと、こう自分の手で自分で金かけてこう作ったっていう。ああ、確かにね。なんか作品って言っちゃうと結構閉じたサークルっていうか、他の人が触れ、うん、タッチできない、こう、うん、潔さっていうか、こう純潔があるっていうイメージがなんとなくあるんですよね。うんうんうん、作品っていう言葉に対して。そうだね。だからすごい、そこにすごいアイデンティティが存在する感じがありません？うんうんうん、あるある。作品っていうと。これは僕の、まあ、僕の作品です。僕のって、まあ、作った品って書くぐらいだからね。ただ、なんだろうな、あの、とはいえっていう感じもするんですよ。それはなんか分かる、うんうんうん。とはいえ、一人で作れるもんじゃないし、お金出しての僕じゃないし、みたいな感じもあるよなっていうのを思うっていう意味での、確かに作品に対する違和感はあるなって思って、うん。言われてみれば確かにそうかもね。学生のうちだけなんかな、作品っていうのは。もしかすると。ね、多分、なんか言うとは思うんですけどね。うんうん、言うとは思うけど、うん、その違和感は、もしかしたら感じるかもね。うん、
まあ、お帰りなさい。あ、お帰り、お帰り。はい。はい、ちょっと今後輩とあれなんですよ、30分おきに1コマずつ進める5目並べっていうのやってて、4目並べか30分交代で 1コマずつやるっていう、正直ぐらい悩む面白いな。よし、じゃあ再開していきましょうか、はいはい、ちょっとあのブレイクで、はいはい、ほいほい、自分がいろいろさっきの素材のやつ反応良かったんで、ほうほう、こんなのもやってましたっていう。おお、え、何それ？どうする？これあのうちにレーザー加工機あるんですけど、あー、レーザー加工機彫刻ができるんですよ。はいはい。ああ、で、彫刻の仕方をいろいろ試してみたっていう、あのこれも MDF なんですけど、こういう。なるほどね。で、彫刻入れて木目とか再現してもいいのかなっていうので。いや、でも俺はあっちの方が好きだな。これはうまくいかなかったやつです。あ、そんなのもやってましたっていう。ああ。まあでも取り組みとしてやっておくべき取り組みだよね。そうです、そうです。いや、でもさっきのやっぱ良かったよ、あれ。なんかさ、やっぱいいよ、あれ。逆手に取ってる感じがすごいするもん。すごい、夕日さんにはまったっていう。俺、ああいうの好きだよ。それはレーザー加工とかってやっても結局表層的な要はデザインだからさ、いくらでもできんじゃん。そうなんだよね。うん、はい、そこになんか本質的な価値はないから、結局プリントシールと変わんない。あ、まあいいや。お、できましたよ。出来上がってますね。はい、うわぁ、でもなんか英語になってるからまだマシかもしれない。その問題？しまった、ここを、ここをちゃんとディギングデザイン棟のケータ鈴木にしてもらっていやー、ちょっと危なかったな。ちょっと改変しておきますね。はい。あれ。はい。お、ちょっと待ってね。違うところに。はい。ちょっとでかくなっちゃったんだけどね。情報量多いっすね、今回。うん、情報量が多かった。じゃあまあ、これはちょっと、じゃあ僕が読み上げていきましょう。あ、はい。まあ、まず第一で自己紹介。まあ、鈴木啓太さんで、まあ、出身がじゃねえ、名古屋工業大学大学院工学研究科社会工学専攻建築デザイン分野と、でまあ、ケイちゃんおケイタ スーさんと、うんうん、おケイタいいね、おケイタをつけたくなるケイだね。で丸もちゃんと大きくさせていただきました。ああ、まあ実際もうちょっとちっちゃいですけど本当だ、でかい丸。なんか丸デザイン分野とかって感じですよ。ちょっと失礼。はい。で、次が専門領域がプロダクトデザイン専攻だけど、まあ、プロダクトと UX の中間とデザイン思考も含まれますよということで。うんうんうん、まあ、これさっきあの話にもあったゲームとか、ああいうところも視野に入ってくるような。うん。うんうん、まあ、ここら辺はさらっといきましょうか。うん、で、一押しの自作品で、キューブは置いといて、二次目です。二次目。まあ、これは面白かったよね。MDF。MDF をそう使うかっていう。二次目は漢字で書くときも、にじむっていう漢字に、あのこの目、愛の目です。ああ。にじむっていう漢字結構難しかったんで、あえてアルファベットにします。そうだね。そっか、なるほどね。カラーボックスを作ったあたりも俺はすごく好き。ああ、うん、確かにそう。カラーボックスは確かにファストファニチャー感すさまじい。なんか 一撃で壊れるしね、あれ、うん、プロダクトデザイン界隈で、うん、例えばそれファストファニチャーの評価とかってどうなんですか。例えば、イケアとか、ユニクロ、うん、ああ、ユニクロじゃない、ニトリとか。ニトリとか。どうなんかな。ケイちゃん、どんなイメージ。まあ、そんなに、まあ、大学の中でとか、話題がこれといって上がるわけでもないですけど、うんうん、まあ、でも、その、まあ、ニトリとかは、
あの出始めよりはすごく良くなってきてる印象がありますかね。ちゃんとブランディングのこと考えたりとかもしてるので、いや、まあ、まあ、当初から考えてたと思うんですけど、うん、なんかこういうファストなんちゃらって結構敬遠される。それこそ服飾とかやってる子からすると、うん、ファストファッションっていうものはダメだとかまで言われるけど、うん、確かにプロダクト界隈でそんなになんかファストファニチャーディスを聞いたことはないような気はするな。うん、いやなんかあキイチの質問がちょっと来てるんで後で拾うんですけど、うん、ちょっと気になるのがそのファストファニチャーで一番成功したのって僕100均系列だと思ってるんですよ。ほうほう。要はデザイン、要はセリアとかってめちゃくちゃあの人気っていうか、その100円だけどデザイン性ですごいあの切り込んでる。うんうんうん。なんていうかな。まあなんか、おしゃれかどうかわかんないんだけど、今、だから100均のデザインってある水準があったとしたら、その水準にはなかったんですよ、きっと。うんうん。絶対なんかこう、ちょっとおしゃれなものとかを選ぼうと思ったら、うん、あの、選択肢に入らないようなものたち、うん、なんだけど今のだからそのデザイン思考とかがもしあるとすれば100均とかああいうカテゴリーの商品たちがこうなんだろうなボトムアップをしてきたなっていうのが印象にあって、うん、これ僕だけかな、うん、なんだろう、まあ、セリアに行かないから俺も印象にはなかったけど、そうかいやなんかそれでそのそうそうだからその最近の流行りの自分たち DIY とかでそのやってる人たちはすごい100均のものをいかにうまく使うかみたいなものにタッチできるっていう意味ではファストファニチャーも捨てたもんじゃないかなっていうところで、キイチの質問を拾いたいんですけど、このにじめを作るときにあたって分かりやすさっていうのを意識して、この分かりやすさの文脈がちょっと分かんないからちょっとあれなんですけど、と同時にキイチはファストファニチャーはディスライクだそうです。まあ確かにキイチは嫌いそうだね。うん、僕もこれをやる最初まだこのにじめのデザインを考えるもっと前の段階では結構ディスな方で、ファストファニチャーのダメなところばっかりを探してで、それに対して自分がデザインするべきところは何かっていうのを探っていく形で考えてたんですけど、うんうん、先生たちにどんどんアドバイスもらっていく中であんまり先生たちはそういう意味では確かにファストファニチャーあんまりディスしてなかったイメージが、なんかファストファニチャーはファストファニチャーとしての良さが絶対にあるから、なんかあんまり否定しすぎるのも良くないんじゃないみたいな言われて、いやまあ確かに売れてる家具はファストファニチャーだしなみたいな。いやあ難しいよなそれは。で、まあ、売れてるってことは何かその人を引きつける何かいい良さがあるのかもしれないから、うん、そこは何かなっていうので、まあその一番最初にパッて言ったのが安さっていいこと、安いっていいことか。いやでもそれは難しいっすよ。うん、その理屈でいけばさ、安ければいいんだったらさ、売れてりゃいいんだったらさ、だから世界で一番おいしい食べ物はそのマックのハンバーガーみたいな話になるじゃん。それはちょっと批判的に見た方がいいと思うけど、うん、あのまあ、安いことはいいことっていうのは、きっかけ、スタート、考えるきっかけのスタートとして始まっていって、最終的には安い素材をどういうふうに生かすかっていう、落ち着いたって感じですか。わかりやすい魅力。なるほど。わかりやすい魅力か。なるほどね。は、まあ、どうですか？わかりにくいと思いますよ、これ。ものだけ見てたら。うん、だと思う。もの、いや、完成品だけ見ても、そうだと思うな。うん、だから、わかりやすさは意識してないと思いますね。あ、そうか。そうか。そうだよね。ファブリケーションのプロセスとか、なんかプロセスの段階に着目とかつっても、そうだよね。一般の人は興味ないもんね、うん、それの。うん。うん。だから、わかりやすい魅力は考えてる暇がないかったから。
コピック塗るのに一生懸命ね、うん、だからよくありがちなのがこういうプロセスから考える作品ってプレゼンテーションなんだろう、プレゼンテーションから考える作品だとそのプレゼンテーションをグーッとやるからプロセスとかあんまなくて、さっきの作品の話じゃないけど作品をいかに作るかみたいな話になるですよね、うん、だけどそのプロセスから考えていくものっていうのはそのプロセスをそのままプレゼンテーションしようとするっていう、しようとするっていうかプロセスがそのままプレゼンテーションになっちゃうから、うん、ものそのものあんま魅力がなくてもいいよねみたいな話で落ち着くことが多いですよね。それはみんな、うん、あの評価軸としてそのまあ学校の中とかは評価軸としてそのそういうものだよねって結構完結できるから、うんうん、だからどうなんですかね。だからこれを流通させようとかって思ったら、うん、それはものそのものにフォーカスした方がいいんだろうなって思ったんですけど、そこまで考えてた、うん、この作品で、このもので。いや、それこそ、これを実際の製、うん、製法、自分が考えてる作り方で、工場で作るとしたら、うん、こう板の材料にする前の段階で、一個でかいブロックが出来上がるわけなんですよ。うん、うん、そうだね、そうだね。なので、まあ、それの利を生かせるようなものを、うんまあ、それこそ今度はそのザ・プロダクトデザインみたいな形で、もう形で魅力が伝えれるようなものとして提案できたら、まあいいと思ったんですけど、まあそこまでやる時間もなかったし、それをやる前にまずカラーボックスかなっていう、なんとなく、まあそこは直感だと思うんですけど、っていうふうに考えて、ああいう形に最終的に。しました、うん、なるほどね。なんかそのさっき言ってた結局バックストーリーが濃くなると見た目がおろそかになる感はまあ否めなくて、うん、実際俺の終了制作がそれになってしまって非常に耳が痛い話でもあるんですけど、やっぱり公表の時も、うん、これこの素材自分で開発したんだったらこれを伝えれるようなもっとみんなに分かってもらえるような、まあ、キーチでいう分かりやすい魅力とか、うん、あのこれならではの魅力が引き出せるようなアウトプット、まあ、うん、その製品というか、をデザインできるとよかったねっていう意見があって、確かにそうだなと思いつつも、まあでも、これでよかったんだなって思ってる部分もありつつっていう。まあ、でも僕は、これは何だろう。これだから、プレゼン自体は専門家にやったんだよね。この課題自体はさ、いや、はい、なんか俺思うのはその今の話をしてて思うのは、うん、誰にその何を作るか誰に伝えるかで、うん、そのどういうプレゼンテーションするかの違いでいいと思ってて、もうそれはね、うん、だから専門家は往々にしてプロセスとかそのだから作品その瞬間のものそのものよりもその前後をすごい重視するわけよ、うんうん、あのだからどういう風な仕組みでどういう風に素材でどんな風に出来上がっていくのか、その使われた後はどういう風に考えてるかみたいな、この前後の文脈を含めて評価するのが専門家で、でも消費者っていうのはその瞬間だけのものにしか立ち会わないわけじゃん、うん、その前後のストーリーだから、その ストーリーとしてはそれは掴むんだけど、でもそれが私にとってあの魅力的かどうかっていうのはその瞬間のものそのものに対する興味なわけじゃん、うん、消費者っていうな。だから僕はその方向性の違いに対、だから消費者か専門家かに対してあの2つきちんとプレゼンできるような方向性があるんだったら、僕は別にプロセスの作品をしっかり打ち出してもなんかそんなに気にするもんでもないなっていう感じがしたかな、うんうん、僕ちょっとそれ一つ意義があって、はいはい、ああ入ってきた、うんうん、そう、僕はそのやっぱりもう瞬間的に分かる、魅力が分かるような外観を作って、そのかつそのプロセスの面白さみたいなものがやっぱり共存しているものをどんどん作っていくべきなのかなと思っていて、それが成り立った上でプレゼンテーションの時に誰に向かってどういうことを喋るのかっていうのを変えればいいだけの話かなっていうのが、うん、いや俺そうだよ、全くその通り、うん、それが理想ではある、そうですよね。
そうなんですよ。だけど、なんかその工学系の人って、うん、なんかこれまでもずっとそういうことをやってこなかったので、なんか今度変わっていかなきゃいけないなっていう気はしますよね。俺、なんか、でもなんかね、これはちょっと学生だから、俺は逆に言うと、それも意義で、なんかその学生だから俺、そこまで気にしなくてもいいかなっていうのを思うというのは、これ、なんでかっていうと、その、いわゆる研究とかで重要なのって、それそのものが何か素晴らしい成果を生み出すよりも、その研究そのものがあの中間体になって何かのきっかけになったりするっていう場合も俺あると思うんですよ。うん、うん、いやもちろんその何て言うかな、作品自体がこう作品プレゼンテーションとして完成してて、その前後の文脈も完成してるっていうのはもちろん理想な状態なんだけども、なんかそれが絶対になるっていうのもあんま良くないと思っていて、その中間だけ、要はこのにじめの作品は割と中間体だと思うのね、うん、俺。何かと何かを接ぎ木するような、そのいわゆる工学系の技術的な発想かもしれないけど、うん、そういうものを評価していかないと、全部が全部作品だから、プレゼンテーションを意識、まあどうなのかな、まあそっちの方がレベルが高いとは思うんだけど、どうなんでしょうね。なんかうん、両方ともやっぱりやっていくべきなのかなって気はするんですけど、ね、両方ともやっていくべきだとは、なんか目標としてそこにあった方がいいっていう、単純に、うん、なんか俺もそれは両方あった方がいいと思うけど、なんかそのまあ例えば学校の公表会とかで、いやでもそれ見た目がさっていう話はまあ当然言われるけど、はいはい、なんかそこを負い目に感じて全部ダメちゃダメじゃんこれはっていうことにはならないでいいんじゃないのかなっていう。まあまあでもそれはなんかその評価する人が、まあ、ここはいいけどここはダメだよねっていう評価の仕方をちゃんとするべきだと思っていて、うん、それ もちろんそうだと思うんですよ。なんか美大だから見た目が悪いから結局ダメとか。いやそうなんだよね。そこそこ。文系だからプロセスはいいけど、それそれ。なんかね、そういうのって結構あるんですよ、やっぱり。あるある。今の話は、本質は、なんていうの、僕ら、作る側がどこに目標を置くかっていう話もそうだし、その評価する側がどこに、どういう評価、なんていうのかな。日本って結構 100% と 0% なんですよ、評価が。なんていうのかな。うん、その、アンケートされると4番目とか、5個あったら4番目とか2番目とかいっぱいいるんだけど、でもなんかこう、何かを最終的に作り出そうと思ったら100か0かっていう評価をするんですよ、人に対しては。とかあって、やっぱり、工学系だったらプロセスは100点だから、まあ最終的なものがあれでも、あれだ、あれだ、あれでも、まあプロセスが OK から丸ってやったりとかするんだけど、やっぱりね、それはメリット、デメリット、なんか、いいところはここで、悪いところはここだよねっていう評価をした方、しない、していくふうに、デザインの教育していかないと、なんか、レベルが上がんないと思う。いや、でも俺、やっぱそこはやっぱ分業でいいと思うな。僕は分業ダメだと思うな。いや、分業でいいと思うな。いや、それはやっぱエゴだと思うんだよね、それは、正直、デザイナーの。まあ、エゴもあるね、なんか、そりゃ、できりゃいいよとは思うけど、やっぱプロはプロがいて。いや、いや、俺、これ結構すごい重要な問題で、なんかそれ、全員が全員統合されて、万能を目指すべきだみたいな世界観っていうのは、僕、めっちゃ危険だと思うんですよ。で万能を目指していく過程で分かれると思うんですよ。うん、だからその分かれ、でも今の話だとさ、万能をみんな目指さないといけないから、それ以外はちょっと、まあ、だから、評価をどうするかによって分かれるよね、みたいな話じゃん。でなんかでその万能がまず絶対的な真としてあるとすると、俺すごい格差っていうかが生まれるような気がしていて、あんま良くないと思うんだよね。あ、僕はそっち側だと思う。いやで格差が起こって、なんかその天才がその時代をこうわーっと動かしていくっていうのもまあすごい分かるんだけど、うん、いやこの話はちょっとどうしようかな。まあちょっと一回呼ばれすぎたので、うん、次行きましょう。はい。悩ましい。はい、次行きますよ。悩ましい。いやでもこれ大事大事。はい。興味があることで、まあヒュージョン360と生物学ということで、めっちゃいい。まあヒュージョン360の話はまあこの時にもしてたけど、まあ面白いよね。まあ、この配信を誰が聞いてくれてるのか分かんないけど、デザインに興味がある人とかは、
まあ、救助の360は学生であったら無料なので、ぜひ一回触ってみてほしいなっていう。その、まあ、みんながみんな知ってるかどうかあれだけど、3D ソフトに、まあ、大きく3種類 ?2 種類 ?3 種類かな、うん、ライノセラス、ソリッドワークス、あと、オートデスクシリーズがあると言っていいのかな、うん、他にも何かあるっけ、キャティアとか、キャティアはちょっと違うか。キャティアはちょっと違うけど、ああ、まあでも、まあまあそういう いろんな種類があるか。まあ工業用の 3D っていうと、うん。フュージョンとライノだったらどっちの方が大衆的ですか、フュージョン。フュージョンでしょうね。フュージョンやね。うん。ライノはライノでまた、ちょっと特殊な知識がいる。うん。なんですね、そうですね。ないのは方向性として、だからそのプログラミングとかでわーってやっていこうぜみたいな感じですもんね。うん。僕頭の中か、頭の中にその立体とか空間とか思い描けない人なんで、ないのできないです。あー、まあ確かにそれができないです。ないのって3面図じゃん。うん。フュージョンって3面図じゃない、もしかして。粘土こねるように作る。いや、うん。それもできる。それもできる。うん。そうなんだ。なんか、どっちもできるね。そう、スケッチアップが究極的に粘土っぽいんですよ。3面図ないし。ずっと、あの、XYZ の3次元空間の中で、ゴニョゴニョしていくって感じなんですけど。でもフュージョンって図面、あ、まあ、もちろん図面からできるか。フュージョンは割と図面からの方が得意かもしれないですね。うん、多分。まあまあ、CAD ソフトはそうだよね。そうだよね。うん、3D CAD だもんな。うん。だから、図面から作っちゃいますね。うん、うん。そうだよね。そうだよね。え、ケイタさんどっちですか？どうなんだろうな。粘土派か、図面派か。考えたことないかも。俺も結構考えたことないかも。なんか、駅から行くときもあるし。絶対粘土できない。俺めっちゃ粘土。ダメだ。俺めっちゃ粘土。スカルプトとかも使いこ、あ、でもスカルプトは俺苦手だった。あ、スカルプトは、いや、あれは完全に塑造用じゃないですか。まあまあまあ、そう。でも、うん。フュージョンとトリットワークス無双してます。そうか。ライブ。まあ、てな感じで、3D ソフトだけでもデザイン業界は好き嫌いがある。好き嫌いっていうか、なんか、まあ、得意不得意があるというか。これ見てると結構面白いですよね。だから、だから、めっちゃ大衆に近いソフトウェアとかって、本当に、だから、スケッチアップって多分一番大衆に近いのかな。ああ、まあまあ、あれ本当に、最新、ね。そうそうそう。うん、だから、そこのインターフェースの違いみたいな結構面白いんですよね。うんうん、まあ、でも、ただ、ライノセラスをちょっと擁護したい気持ちがあるのは。別に誰も責めてないですよ。いや、なんか今、悪い点ばっかり言ってない。悪くない。言ってない。ただ、マジで、アドオンが使えるようになってくると、噛めば噛むほどうまいのはライノセラス。で、そう、ライノは、そのエンジニア系が強いから、あの、うんうんうん、ソースとかいっぱい置いてあるんですよ。そう、あの、うん、アドオンがいっぱい置いてあるから。え、ライノエンジニア系強いんですか？強いよ。エンジニア系はみんなライノ系じゃないかな。え、その、いや、そうだよ。ちょっと待って。あ、エンジニアっていうのは、ごめん、あのね、プログラマーとかそっち系ね。うん、プログラマーは。うんうん、だから、ライノセラスのグラスホッパーとか入れると、急に使い方変わってきて、そうですね。物理演算とかも働くから。そうそうそう、でライノセラスは、コミュニティがすごい活発だから。人間の定義がよくわかんない、今。うんうん。あ、ごめん、プログラマーとか、コードを書く人たち。うん。機械工学ではない。そうそう、ごめん。そういうことか。俺の言い方が雑すぎたよ。わかんない。ごめんね。あの、それ、なんか、シミュレーションとかだったら、ソリッドワークスとか。なるほどね。うんうん。僕、そっちなんだけど、電気とかそういうの。うん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 。力学とか。うんうんうん。はい、そうなんだろうね。はいはい。そう。もう一個は生物学。生物学ね。公式。生物学ね。僕、うん、98点取ってるもん。大学で。生物面白いですよ。めちゃくちゃ好き。面白いね。うん、生物好きな人って、なんだろう。それはデザインに関係なく生物好き。いや、デザインそうです。僕はそうです。
ちょっと待って、同時に喋らないでほしいな。違うのか。どっちがどっち？まず、ケイタ君から聞こうか。僕はデザイン関係なく好きですよ。ほうほう。キイチは？僕はデザインやり始めてから好きです。ああ、なるほどね。ほうほう。これは結構面白い、あれじゃないか、対比じゃないのかな。はいはい、人間行動学とか、学部生の時に撮ったんですけど、ああいうのも面白いかな。まあ面白いよね。だからその人間行動学の先生は、生物の先生なので、うん、社会行動が、その、起こる理由を生物的な視点で見てるみたいな感じなので、うん、社会工学みたいな先生じゃないっていう。うん、生物専門で扱ってる人が人間の社会行動を見るとこういうふうに分析されるみたいなことを話をしてたのを聞いて面白いなっていう感じに、うんうん、今流行りの行動経済学とかね、うん、そのあたりに近い話ですね。そっちに話が、うん、そうね、何言ってからかな。まあでも今のデザイン系の学生とかってそういうの、これすげえ超主観ですけど、そういうの好きだよね。そんなことないと思います。なんか工学的に人間を数値化するの好きじゃないみんな。え？あ、どっちですか？ケイタさんの話ですか？あ、いやいや、なんだろう、今のなんかちょっと意識高めの大学、わかんない。これ超主観だよ。別に記事とかに限った話じゃなくて、本当になんか、人間工学みたいな。そうそう。で、特に、その、UX とか、やり始めてる学生はみんな、うん、好きだと思いますね。だよね、うん。だから、その、いかに人間を計算可能に、うんね、こう、剥いでいく、服を脱がせていくというかさ。いや俺、それ嫌いだな。だあっちの方向、まあまあいいや。そういうのあるよな、みたいな、ちょっと嫌いっていうか、僕はそれができない。いやなんか、いや、いいっすけどね、別にあれはあれで。なんかすごいと思う、単純に。うん、まあまあ、ちょっと、ごめん、逸脱しちゃったので。はい。ね、次行きましょう。はい。次、好きなクリエイターは作品、ヨネマグリと、あ、一応写真も入れさせていただきました。画像入りでいいっすね。はい。ありがとうございます。そうなんだよね。いや俺もこの絵好きだわ。うん。うん、いいよね。俺もなんかでちっちゃい時に見たな、ルネ・マグリット。うん、ね、俺は単純に空中に浮いてる岩が、ちょっと作品見忘れちゃったけど。でもいいですね。うん、あれかっけえと思って。わ、うん、かる。なっちゃって。うん。うん、そうっす。正直メッセージ、この間、ちょっと数年前、はいはい、メッセージの映画のあのポスター見たときに、いや、うん、ルネマグリットやあ、メッセージ見ました？映画見たまだ見れてないですね。わ、この話後でめっちゃしたい。へメッセージ僕見たんですよ、めっちゃ良くて、うん、まあいいや、それはいいや、はい、そう、メッセージ良かったです。まあ、それはちょっとまだ別枠で、はい、なんか、あ、まあいいや、はい、いや、うん、そっか、いや、なんか、この洞察は必要なのかどうかわかんないんですけど、なんだろうな、その、こういう、そのシュールの絵って、要は時間軸が、こう、ビョーンって内包されてるって感じだと思うんですよ。絵って、あるシーンを、こう、描くときに、だから、ケイタ君がさっき言ってたので言うと、その、一つのシーンを描くとしたら、これは全然違う時間軸の二つのシーンがこうバーって入ってる。そこが、はってなったって言ってて、うん。で、これ強引にプロセスの話、さっきの作った虹目の話に結びつけると、僕割とそういうとこが繋がってるのかなとちょっとぼんやり思ったりして、だから作品っていうのはやっぱりその瞬間のものなんですよ。うん。うん。うん、その完成した瞬間のものなんだけど、うん、でも何て言うのかな、プロセスとかっていうのはもっとこう時間を内包してるというか、何て言うのかな、うん、その瞬間だけを考えて作ってないと思うんですよ僕は、うん、プロセスを考える人って、うんうん、
っていうところにちょっとこう補助線が引けるのかなとか思いながら聞いてました、うん、これはなんかしっかりちょっとディグりたいなとで、まあいすいすはいと考えました。はい、アウトレイジ、アウトレイジね。まあユーモアがあっていいよ。なんか俺も好き。なんかその北野武作品が嫌おにこう評価されてるのって、まあまあ当然なんかいい意味で素人なのがうまいこと言った例ではあると思うんだけど。ああ、それはある。うん。なんか、まあ、なかなか撮らない画角で撮ってたりとか。うん。まあ、映画作品として評価されてるのも、まあ、ある程度わかるのはわかるんだけど、アウトレイジはやっぱ北野武が面白いだけあって、うん。ちゃんと面白いなっていう、うん。なんか、感じました。なんだろう。なんでしょう。なんかね、松本人志さんと北野武さん の映画の違いは、うん、さっきの瞬間的なものとプロセスのものに似てると思います、うん、僕、うん。アウトレイジの方が、やっぱね、わかりやすく面白いと思う、うん。でも、多分深いと思うんですよ、北野武さんの。深い字って言うじゃないですか、みんな。では、うん、でも瞬間的に笑ってると思う。笑ってるというか面白い、うん。松本人志さんの映画は、あの、ね、もう本当、なん かすごいじゃないですか。すごいなと思うんですけど、うん、なんでこれ思いつくんだろうってすごいプロセスになったんですけど、うん、映画を見ててそっちばっかり考えちゃって、その瞬間的な目の前の面白さで笑えなくなっちゃうんですよね。うん、ずっとメタになっちゃうんだよね。そう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 。ベタに見れないんだよね。そうそう。で、北野武さん、そうだよね。うん。まっちゃんも自分で、なんか、しゃらしくて、この、なんか他の映画を見ていても、どんどんその、自分でそれを見ながらコントを作っちゃってる。あ、そうそうそう。やっぱりそこの違いってあるんじゃないかなっていう。うん。あったりとか。で、まっちゃんのツッコミは基本的にメタじゃん。うん。すごく。でも北野武はすごいベタな面白さを出してくるんじゃないのかな。だから本当に分かりやすい、なんかその変な、うん、あの面かぶったおじさんみたいな、うん、分かりやすさ。まっちゃんのなんか、うん、なんかその計算してますもんね。なんかそうそうそう、このこれを話をこのタイミングで振ってここまで引っ張ってこの言葉を言ったらウケるみたいな。そうそうそう、やりながらやる。だからそうで、そうそうそう、いや、すごいその通りだ。で、北野武はもっと言うと子供が見ても面白いと思うんだよね。そうね。要は言語体系がなくてもなんか笑えるみたいな。うん、でもあっちゃんの方は多分あの大人じゃないと面白くない。うん、なんかある、うん、ある、ある、なんか最低限の知識とかを備えた上で見ないとわからないみたいな。うん。うん、そんな感じですかね。はい。まあ、アウトレイジ見て、歯医者さんに行ってみてくださいという話だ。めっちゃ嫌。思い出しちゃった。アウトレイジって海外でも評価されてるんでしたっけ？うん、してる、されてる、されてる、ね。そうなんで。え、でも、そのアウトレイジが評価されてる理由ってユーモアじゃん、ユーモアですか？いや、それはあるんじゃないかな。あれ、なん、まあ、多分それもあるけど。海外だと笑いがちょっと違うじゃないですか、うん。ベッドだったりとか、ベッドとユーモアが違ったりとかする。言葉で分けられてるんだろうね。ちょっとそれは知識がないです。わかんないですね。僕はわかんないんですよ。なんで海外でそんな評価されてるんだろうと思って。僕の方が単純に面白いのかな。うん、でもっと言うと、北野武のあの、座頭市とか、あのあたりの文脈から結構その、なんだろう、国際的には、あの、世界の北野だっけ、世界の武士だっけ、うんうんうん、みたいなとこがあるから、うん、だからいわゆるこう、毎回、あの人、あの、インターステラーとか作った人、出てこないで、うん。まあ、なんかそういう世界的に有名な監督が何かを作ると、まあ、何かになりやすいっていうのがあると。だからアウトレージそのものの評価っていうのは分かんないな、俺。うん、なんか、北野武っていう総体、監督総体としての評価な気がする、うん、アウトレージは、うんうん。はい、まあ、ちょっと続きに行きましょう。あ、おすすめの本がこれね、不動徳教育講座。意外だったなぁ。ユーモアが効きすぎてるんだよ。やばいなぁ。怖い。でもこれ本当に面白い本だと思います。うん。ちょっと僕も一部的に読んだだけなんで。なんか、タイトルから面白いですよね。いや、こういう言葉を言ってるのすごいなぁ。うん。いや、普通に考えて、
いや、道徳とか何かを考えることっていうのはさ、要は何、道徳を考えるってことは道徳とは何かを考えることじゃないですか。うん、それは正しい、要は真である道徳だけを教えることではないと思うんですよ、きっと。うん、で、正しくないことを教えるっていう意味でちゃんとした道徳を教えようっていうのがいいですよね。僕この本読んでないから分かんないけど、いやでもアマゾンのレビュー48点ついて星 4.5 だからね。道徳について考える本なんですかこれ。いや、なんかずっと三島由紀夫がぼやいてる。コンサートホールにいるんですか。え今めっちゃ声が響いてる。あ、すいません、残響時間が。いや、三島由紀夫がなんかこう日常の中でなんかイライラしたりとかしてることをなんかずっと、うん、なんか愚痴っぽくずっと、うん、でそれが例えば、うん、その例えば、何、弱い者をいじめはすべきだとか、うんうん、こう何、人の失敗をあのゲラゲラ笑えとかって言ってんのね、これ。スープは音を立てて吸うべしとか。ああ、そうそうそう。そうそうそう。だそれをすごい、あの、なんていうかな。うん。なんて言ったらいいんだろう。で、そういうふうに道徳教育ってしないじゃんっていうのが。うん。うん、まあ、あの、アマゾンの方で。いじめをやらした方が人の痛みを知るみたいな話ですか？とか人の痛みを知るとかじゃなくて、その純粋に人のいじめはいけ、人いじめるのはよくありませんって俺ら教えられるわけじゃん、うん、でそれはパッケージされて教えられるわけじゃん、あ、いや、それはいけないんだみたいな、うん、普通の道徳の本とかだと、うん、でも三島由紀夫はだからそれなんか、なんでいけないのかっていうことを問うてるわけですよ、きっと。すごいね。まあ、なんかあのアマゾンの方だと中身検索もできるんで、そうなんです、うん、冒頭一節ぐらいなら読めるんで、まあ本当に多分読んでみるとな、何が言ってんだって一瞬なるけど、まあそこは考えなくても、うん、面白いと思う。そうですね、うん、へへって笑いながら読んだらいいと思います。なんかこう全部見出しがあって、こう中身が結構、まあエッセイなので、うん、すごく、短くまとまってるっていう意味では、本が苦手な人でももしかしたら読みやすくなってるので、うんうん、本当にぜひいろんな人に読んでみてもらって、まあでも、これはもしかしたら好き嫌い分かれるのかもしれないんですけどね。うんうん、なんか、でも別にこれを読んだからといって、じゃあ弱い者いじめしようとか、なんかもっと、その、例えば人の不幸を喜ぶべしとか書いてあるんだけど、まあ別に人の不幸を喜ぼうとかそういう気持ちにはならなかった思いがあるので、まあ別にいいかなと思いますよ。本当か、軽い気持ちで、うん、読んだら面白い。あの、ね、アマゾンだと、うん、中古の単行本とかだと7円とかで置いてるんで。安いな。安いな。7円。まっちゃんの遺書っていう本も7円で売ってましたよ。安いな。買いましたよ。はい。次。クリエイターを目指すきっかけ。まあ、昔からものづくりが好きで近所に知り合いの格好棒があった。あと13歳のハローワークでまあ仕事について知って、うん、まあ、明確になったという話でした、ね。マジで13歳のハローワークは本当に13歳は読むべき。うん、みんなそういうの読んでるんですね。うん、何それ。13歳のハローワークっていう超有名な本があって。名前は知ってます、名前は。うん、23歳で読んでみようかな。でも本当に高校生は、中学生まだちょっと早くても高校生は読んだ方がいいな。多分これ読めばなんか家が近いからとかで大学を選ぶことはなくなる気がする。あ、すごい。なんとなく、うん、なんとなく経済学部に入るとかいうこともなくなる気がする。
今すごい数の敵を作りましたよ。いや悪い人は言ってない。悪い人は言ってないけど、大学4年間敵を作りましたよ、うん。大学4年間で夢を見つけることもいいと思います。いいと思いますけど、それは成功への道ではないと私は思います。今のポリティカルインコレクトですよ。いやまあ何でもいいんですけど、実際そうだと、実際そうだと思うし、まあちょっとあの塾講師やってる部分もあって、まあ、それに、多いんだそういう子が。いいなこれ。これ今からでも大丈夫いけるな。今からやっぱ本当に今から読んでも面白いと思うけど、ね、全然これ見よう、本当に見よう。うん、で学校の図書館とかだと結構置いてること多いので。そうですね、うん、でもなんかこの話だと近所に知り合いの家具工房があったっていうのがすごいいいよね。まあ一番でかいですね、一番でかいやろ、ね、俺の放送の時も言ったと思うんですけど、俺繰り返し言ってるのがやっぱ小さい時になんか全然知らない大人の世界があるってすごい幸せなことだと思うんですよ、うん、でこの家具工房ってもうすごいめっちゃいい例で、うんうん、だからエリートですよね。なんかそうエリートじゃないですか。近所にそうとか言っちゃった。昔からもらってくれます。近所に家具工房があって、13歳のハローワークで仕事をしてる。出た。いや、でもエリートだな。これ東京じゃ無理だよ。で失敗体験が頭のいい学校に行っちゃったことだからね。うん、まあ冗談だけど、冗談。でも、すごい。待って。何新しいロゴ見てんじゃないですか、これ。これ、パス。パスだよ。ただのパスだよ。どういうサービスこれは。どういうサービスこれは。どういうサービスなんで、これは何か俺、その、なんかの決済とかをすごいスムーズにするウェブサービスとかではないかな。フリーやないかい。フリーやないかい、それ。いや、何かのハードルをなくしそうなウェブサービスですよね。なんか、そうですね、なんかあの、いや確かにちょっと気持ちよかった。このサイズ感とこのフォントの感じ。ビックリマーク3つがいいですね。いいですね、うん。これ結構悩んで3つにしたから。うん、だから、アマゾン号的なものを感じますよね、なんか。あこうバスで料金を支払わなくて、ただ乗ってただ降りれる的な。うん、そうそう、うんうん。交通系の感じですよ、ね。パスも完全にパスもいいし。なんかパスモの対抗勢力ですよね、うん。改札とかタッチせずに全部通れる。そうそうもうそうそうそう。そうそうそう。改札ない。改札ないですね。うん、センサーだけスマート。まさかこんな拾われると思わんかったな。いや意外と強い。なんか、意外とプロテインとかかもしれないですよ。ああ。なるほどね。パスを飲むと地面だけじゃん。ザバスは完全にパス。体に一番近いプロテイン、パス。パスなんかさ、栄養じゃなくてただ通り抜けそうだよね。あ、便秘とかに効くんじゃないですか。そっちか。便秘に効くんじゃないですか。あニベアに見えてきたな。色味のせいで。この青背景がね。やめよう、やめよう。やばいやばい。沼感ある。はい。はい。でも、失敗体験これ。いや、まあ、高すぎるってほどでもないですけど。まあ、ついていけないノリがきつい、まあ、合わないね。新学校特有のノリはなんか話は聞くね。いや、なんか、すごいんですよ、みんな。なんか。リア充感あるんでしょ。そう、遊んでるし勉強してるし、そう部活もしてるしみたいな。そうそう、うん、うちも進学校だったけどな。すごかった。なんか劣等感は感じるよね。そうですそうです、うん、はい、ちょっといいですか。はい。物を作るとか何かを考える人って、うん、ちょっぴり不幸じゃないとダメだなっていうことをぼんやり思ったりするんですよ。あ、完成です、うん、これどうですか、うん、どうですかみたいな。例えば彼女がいてすごい、いやこれ別にあの誰を比喩あのするわけでもないですけど、彼女がいてとても幸せな人って満たされちゃったらなんか物作らない気がするんですよね、うんうんうん、なんとなく、うん、
で、物を作る人っていうのはなんかこういうものをこういう失敗体験みたいなのを必ず抱えてそうだなっていうか現時点でも抱えてそうだなっていうすごい偏見がある。これは、なんだろう。多分、誰かの傷に触れると思うんでやめた方がいいとか。いや、でもなんかわかんないけど。ちょっと不幸な方がいいって思うんだよな、クリエイターは。俺は。なんて言うんだろう。今、いや、最初一瞬、クリエイター、もうなんか物を想像する人ってみんなそうなんじゃないか説と思ったんですけど、うん、そんなことないなと思って。うんうん、あ、まあ、当然、物作ってる人みんな不幸ではないです。あ、いや、そうですよ。それはとても すごいことですね。あ、デザイナーは彼女がいちゃいけないわけではないです。僕ちょっと違うと思いました。うん、僕違うかも。不幸じゃないかもしれないです。不幸、うんうん、じゃなくて、うんうん、なんかね、ちょっと、うんうん、僕、これを言ったらもう次に行ってほしいんですけど、はいはい、どんなに、うん、いろんな人と触れ合っても、うん、自分はやっぱり一人だって感じるタイプの人だと思う。ね、それはめっちゃ同意なので、次に行きましょう。ちょっと恥ずかしい、恥ずかしくなるのでやめましょう。それ涙が出るかもしれないので、やめときましょう。はい、次行きます。はい。そう。ゴミ昔からラジオ好きだし、いや、本当にね。パスと同じやつがありますよ。本当に。そういうコーナーみたいですよ、これ。ラジオはいいですよ。ラジオいいよね。僕、はい、全然ラジオ聞いたことなかったかな。あ、もう、リビングデザイン見てるやつらは、YouTube なんて見てる場合じゃなくて、ラジオを聞くべきだと思う。これちょっと真面目な話で、リビングデザインちょっとラジオ展開しようと思ってんすよ、マジで。うん、確かに。ボイシーって知ってる？ボイシー。なんか知ってるわ。最近、その個人でラジオ番組をすごい簡単に作れるサービスがあって、そっちにちょっとしっかり展開すればいけんじゃねえかなっていうのちょっと思ってます。なんか YouTube の広告でたまにエッチいやつ流れるやつじゃない？それちょっと、多分、風村さんの普段の行動追跡した上でのターゲティング広告とかでは。ターゲティング広告で1位の出てる。まずいなぁ。やばいやばい。まあ、でもわかんない。でもなんか耳元でなんか、囁いてくれる。女の子が囁いてくれる。違う、風村さん、多分それ本当に、それちょっとまずい。違う、それ言いたいけど。絶対違う。言いすぎると俺の検索履歴がバレる。いや俺ああ引くわ。それ違うと思うな。おそうこう。じゃあ本当にあるんですよ。でそういうのがあって、あってでそっちに。あ違った違った。ボイシー全然違います。言ったでしょ。それやけどするだけだって。あれ何やったの。おませさんなんだからさ。つか何調べたらそんなの出てくるんですか。何やったんやろ俺。で、なんだっけ、そうそう、で、そうそう、ラジオにも、もしかしたら、結構、導入のコストも低い、コストっていうか、ハードルも低そうだったので、うん、ちょっと、ちゃんとできたらいいなと思って。だからやっぱ3時間とかを動画で見るのやっぱきついっすよ。うん。そうだね。で、スマホで見ようと思ったら、YouTube って、オフライン再生じゃなくて、なんていうの？画面を消したまま再生できないから、そうそう、そっちのメディアの方がいいかなとか、音声メディアっすよね。うん。の方がいいかなと思って。いかんせん、結構なんかサンプル画像とか出さないといけない部分、映像が欲しいっていうところもあったんだけど。いや、もちろんそうだと思います。それは逆なんじゃないですかね。僕もラジオの方がいいと思ってて、まあ、ラジオ好きだから言うわけじゃないかもしれないですけど、うんうん、やっぱラジオ聞いてて、自分が気になったことは自分で調べますもん。まあ、そうだよね、はい。なんで、まあ、僕ら4人の中では、その映像を共有してもいいかもしれないですけど、うん、これを聞く人は別に映像なしでもいいんじゃないかなと。いやだから、俺、2部体制というか、2ラインというか、2つやっとけばいいと思って、うんうん、映像は映像でこっちに上げといて、映像のプラットフォーム、映像のストックでこう YouTube があって、うんうん、音声のストックでそっちがあるみたいな感じでもいいかなと思って。うん、いいですね。
まあ、そんなことをちょっと考えていましたと、まあ。同時配信っていう形でもいいだろうし。まあ、全然いいと思いますよ。要は、だから、ポッドキャストですよね。ポッドキャスト。ポッドキャスト。そう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 。そんな感じです。キャストもいいですね。まあ、ラジオはね、はい、作業してるときとかいいよね。うん。そうだね。声優のラジオばっか聞いてるわ。声優？うん。ああ、声優のラジオ面白いよね。面白いよ。やっぱ、いいっすよ。俺、個人的に推したいのはね、はいはいはい、あれなんだっけな、株式会社バーグハンバーグバーグ。ああ、はいはいはい。面白系メディアっすよね。バイラル系メディア。の匿名ラジオ。それは知らない。何ですか？匿名ラジオって言って、あの、はいはい、ダヴィンチ恐山さんと、アルファさんが2人でやってて、毎週、週1回やってるんだけど、ほんと聞いてると面白いし、この人らマジで天才なんじゃないのかなって思う。アルファさんはやばいっすよね。アルファはマジ、あの人マジでちょっと天才っすよね。うん。発想がやばい。この間、ちょうど2日前に出たのが、いろいろなものの劇場版を考えてみましょうっていう。はあはあ。うん、ゴミ捨てザムービーとか、こたつザムービー。あの人本当にすごい。うん。マジ、あの人多分な宇宙人みたいですよね本当に、うん。なんか視点が違いすぎて。おもころに掲載してる記事で。はいはい。たかに隣の家のパンツを盗ませることができるかとか。本当天才だと思うんで聞いてください。次行きまーす。はい、でも、なんだろうな、デザイン思考とかと全く違うところなんかですよね、あれ。うん、絶対僕らがなんかすげえ真面目に、なんだろう、ブレストとかやっても出てこないアイデアが出てきてますよね、マジで。うん、いや、それこそさっきのユーモアが効きすぎてるぐらいの感じで面白い。だからもうよくわかんないんですよね。はい、本当宇宙人みたい。はい。Okay、ラジオ、ラジオ聞きましょう。まあ、ケイちゃん、これからもよろしくお願いしますということで。はい。で、こっからは結構ポンポン進んだところですよ。本だけ、普段から気になる物事で、トイレと電車ということで。トイレと電車ね。まあ、トイレに関しては、この間あれは配信中だったか、インスタグラムを振り返ろうってやってたの、あれ。あれは多分配信してない。あ、配信してないか。はい。そんな面白い話してたんですか？うん、なんか。面白かったですよ。あれ2人だった？ 3 人でやってたっけ？まあ、俺はいないですね。キイチが。キイチがコメントで参加ぐらいの感じだった。はい。インスタグラムを3人のやつを見せ合うやつ。ああ、そうだそうだ。3人ともインスタグラムやってんのか。あ、うん、あ、そうだそうだ。はいはいはい。ただ全員ちょっと癖のある使い方をしてるっていう。いや、キイチはそんなに癖ない。ああ、そうか。キイチは。癖ないっすよ。確かに確かに。普通にリア充芸大生のインスタグラム。うわぁ、トゲ歩いたつらいな。そうそうそう。まあ、そう。で、おばあちゃんは最高です、最強ですけどね。まあ、おばあちゃん、あれはよかったね。うん。すげえ身内ネタというか、なんかみんな知らないところの話してる。そうで、俺のインスタグラムが寝癖インスタグラムになってて、うんうんうん、で、ケイちゃんのやつが日常で気になったことの写真をこうどんどん上げてる。そうなんですよ。なんで、このクエスチョン Q をずっとやってるって感じ。俺、ケイタ君に近いかな、やるとしたら多分。ああ、うん。で、確かにその写真を見ながら、トイレと電車関係の写真クソ多いなと思って。そうなんですよね。楽しいな。何が気になってるんですか？いや、これは気になるっていうよりも、はあ、気になる時間が気になる、トイレにいるときと、あと、電車に乗ってる時間。あ、これもしかして、風丸さん落ちちゃったパターン？落ちちゃったパターン。まあまあ、大丈夫。続けましょう。はい、続けましょう。いや、うん。なんか、うんうん、僕、通学時間とかが結構。ああ、そういうことね。そういうことね。はいはいはい。まあ、割と下痢気味だったりするときが多いので、トイレにこもってる時間も長いんですよ。はいはいはい。なるほどね。なんか、そのときに、まあ、やっぱ、うん、一番脳がリラックスしてるのが、うん、
休まってて、パッて目に入ると、うんうん、なんだこれみたいな。うん、うん。よく考えたら、そういうのが。なるほどね、俺のためにちょっと一回固定してもらっていいですか。はーい。ちょっと待ってください。一回ちょっと抜けちゃった。はいはい。はい、ごめん、ありがとう。なるほどね。なんですかね。だから電車乗る前とか、うん、結構電車待ったりしてる時間とかも。うん、だから、僕のインスタグラムは、ホームで撮る写真もたまにありますね。ホームとか駅とか。うん、何かのルーティンになってる側面ない？俺もすごいわかるんだけど。ああ、でもそれはあるかもしれないですね。うん、新しく入ったお店のトイレとかでどうなってるんだろうとか、ちょっと最近は逆に気にするぐらいのになってる。なるほどね、トイレか。トイレはね、面白いんですよ。あ、やばい、ちょっと。もういきなりトイレじゃん。やべえ、フォロワーが増えちゃうと嫌だな。ほんとね、トイレ、駅、トイレ、トイレ、駅、トイレ、トイレ。それ、あ、あ、これ違うな。これ、駅です。駅。これ駅。室でしょ。トイレ。トイレ、電車。電車。駅。まあ、違う。違う。トイレ。それは、なんか、厨房みたいなとこですかね。あ、違う。大学か。大学のエレベーターの。大学、まあでも、これトイレですよ。この金の扉みたいなやつ。これもトイレか。これトイレです。駅、トイレ、卒店。卒店のトイレにサンドイッチさんって強烈だな。これ見ると恥ずかしいな。僕トイレでめっちゃ写真撮ってますね。こことかトイレ3連単やもんな。駅のトイレのピクトっていう。いやっていうのをまあちょっとこの間話はしてて、まあでも確かに言われてみれば気になるところではあるよね。トイレか。はいはい。確かにそうだよね。はい。トイレと電車気になりますね。うんうん。まあ日常的に確かに気になるかなと。好きな色とその理由。今日はこの路線ですね。透明。うん、綺麗。綺麗。白と透明ね、はい。なるほど。白なんか。夕日さんが僕らに投げてくれた雪の写真に対しても僕、綺麗ってコメントしたんです。うん、そう、ね。そう。俺、全然綺麗とは思わんくて、やべえな、これって思ってたら、雪ちゃん、ポロって綺麗って入ってた。あ、そこ俺は、そう、俺はあの写真で何らかの暴力性を伝えたかったの。急に。美学の話に回収されるっていう。まあまあ全然いいですけど、そっか、うん、白と透明ってでも、悪く言うつもりはないんだけど、結構予想できたというか。出たじゃんと。そうそうそう。うん、でそれは何結構強いこだわりがあっての白と透明なのか、うん、まあ白と透明かなみたいな感じなのか。昔から白いものをどこかなんか集める傾向が。お集めるとまでは言わないけど、うんうん、なんか白い方が落ち着く、うん、なるほどねみたいな。なんか、うん、自分が全然物心ないんですけど、うん、なんか親に言われたのが、うんうん、ちっちゃい子って結構すごい派手な色のものとか好きなはずなのに、はいはいはい、あなたなんかちっちゃい時から白いもの選んでたよね、うんそれなんか象徴的だね。なんでだろう。ちっちゃい時から白ってすごいな。なんか、ね、白い、なんかあなたずっと白ねみたいに言われて。今でも確かに白は好きだけど。でも俺もちっちゃい時は赤なんよ。ああ。好きな色って変わんないんですかね。僕小さい時は皮膚なんですかね。いや、言えそう。まあ確かに赤ちゃんだから皮膚好きだろうな、そら。うん。うん、そうか。いやまあ何でもいいですけど、うん、そうなんですね。なるほどなるほど。なんか結構ユーモアがあることが好きな割にここものすごくドストレートでまっすぐだったなって、うんうんうん、透明、ね、はい、白と透明はなんか違うの？透明より白のが多分好きですね。うん、うん、なるほどね。
はい。好きな素材が石とガラス。わかる。うん。石とガラス。とガラス。ああ、わからないくはないな。石は、なんか面白いですよ。見てて。石ね。なんか、エピソードとしては、謹慎とかそういう話じゃないんですけど、僕のおじいちゃんが早くに亡くなってて、ちっちゃい時からずっとお墓参りよく行く家だったんですよ。月に1回は行くみたいな。で、お墓のあるところに石がたくさんあって、はいはい、でちっちゃい時、お墓参りにあんまり、面白くないっていうか、まあまあそうでしょう、うん。やることないじゃないですか、手伝えないし、みたいな。うん、その時に、近くに階段があって、で、そこに、手すりとまでは言わないんですけど、スロープみたいな、なんかこう、直線的な坂があって、でそこに石を置いて、まっすぐ転がすって遊びをしてて。結構幅狭くて、この15センチぐらいの幅のスロープみたいになってるところに石を置いて、ちょんってつついて落とす、まっすぐ落とす。そういう遊びしてて、で、そういう遊びしてる中でいろんな石が出てくるんですけど、たまにその墓石を削ったかけらみたいな、すごい綺麗なちっちゃい円柱みたいな。つるつるのね。つるつるのあの、やつが出てきたりしてて、うわ、これ絶対まっすぐ転がるやんと思って、シャーって転がしてみて、めっちゃテンション上がるとか。なんかそういう幼少期だったんで、石はずっとなんか遊び道具の一つ。うん、なんかもっともっとプロジェクトデザインにおけるマテリアル的な興味かと思ったんだけど、自分の一番親しい素材、親しみを感じる素材、じゃあガラスにもなんかそういうストーリーとかあったりする？ガラスはガラスは違う、ガラスはなんか割れるから好きかもしれないですね。割れるから好き、なんか、わかるかな、それはちょっと、うん。ガラスを直接そういうふうに遊んだわけじゃないんですけど、小学校の時に、あの、割れた花瓶、花瓶じゃないかな。割れた、植木鉢を置いておく場所があって、小学校のところに。うん、休み時間にそこに一人で行って、で、そのかけらを壁にバーンってぶつけて、なんか粉々にするっていう、一人遊びをしてて。なんか、暴力的やな。割れてる感がすごいずっと、ちっちゃい時からあるから、ガラスってそういう意味では一番割れる素材の象徴みたいな感じがあって、多分それでガラスっていうふうに思ったんですかね。別に友達がいない話じゃないんですけど。なんか今日の話、時折寂しい話が出てる。ちょっとなんかこう、いや、俺のさっきの説合ってますよね。限りがちょっと。俺がさっき言った説合ってますね。何あの話？そう、俺がさっき言った、うん、みんな孤独説。孤独？みんな孤独。みんな孤独。まあ、確かに。みんな泣いちゃうから。トイレとかもね、ツレションしてたらそんな写真撮る余裕もないだろうし、ゲイちゃんもね、誰かと一緒に行動してたら、そんなゴミ箱の写真なんか撮ってる余裕ないはずだから、お前何撮ってるのって言われるから。そんな考察を。判定。恥ずかしい。ズゲッ！はい。14番。まあ、人を見るポイントで、表情、文字、姿勢という。文字ね。なんかこれ、キーチと被った感じがしたんですけど。そうですよね。なんか、文字ね。え、じゃあさ、文字汚かったらどうなの？例えばだよ。うん、でも、文字の何を見るの？ですけど、うん、評価するわけではないっていうか。いや、そうだと思うけど。文字の何を見るの？汚い。いや、普通に綺麗さですね。うん、綺麗さなんだ。こういう、綺麗さっていうか、形というか、うん、なんか丸文字とか、シュッとしてる文字とか、ちょっと癖字みたいな。うんうんいろいろあるじゃないですか。
そういうの書く人なんだっていう、うん、純粋な情報としてね、うん、事実だけを自分の中に入れてずっと刀を収めるずっと刀を収めるこんな感じですね。なるほどね、はい、表情、まあ、表情は確かに、まあ、文字な、うん、文字と姿勢はなんかつながってる気がするんですよ、うんうん、文字と姿勢ってなんかこうあんまこういうことも良くないけど育ち的な何かを匂わすじゃないですか。あ、うん、まあ確かにバックボーンがあるじゃないですか。あるある、うんうん、表情もあるんだけど、うん、文字と姿勢は もっと顕著に出る気がする。表情か、表情は表情で、ね、表情も同じ質問だけど何を見るの。表情は、うん、なんかなんて言ったっけ、なんて言うんだろうな、なんか普段からニコニコしてるとか、うん、そういうことじゃなくて、はいはい、あ、そういうことじゃない、会話をしてる、はい、会話をしてる間にほうほう、たまにふっと真顔になる人とか、あとなんかすごい笑顔なんだけど、うん、言ってること結構厳しいとか、なんか、なんでこの人は今その表情でそういう言動に至ってるんだろうっていうのがすごい気になるポイントです。あ、目が笑ってない人ってちょっと怖いですよ。うん。うんうん。ケイタさんとか。そうそうそう。そういう感じかな。ケイタ君が一番表情見られてるよ。うん。うん。はい。まあ一応次に。はい。衣食住で譲れないもの、まあ全部ないけど、死ないと死ぬけど、まあ10。うん、10ね。まあこの質問結構、まあその考え方、なんでこれに至ったのかっていうところが、まあポイントではあるんだけど。うん。うん、そうですね。10か。これ10選んだ人って、いないじゃないですか。僕だけかもしれないですね。そうね。キイチは、全部っつって。うん。あ、そうか。ティーチは全部っつって。そうか。夕日がいいって言って、俺が食っつって、ケイちゃんが10か。僕10です、ね。うまいこと分かれたな。僕に意識はしてなかったですけど、そこは。10と食と全部は分かるけど、いいは分からん。でもなんかその、人を見、なんだっけ、なんか人に見られるものみたいな、人のためのものって言ってた。あ、いやいや、もちろんそういうことも持ってたんですけど、うん、なんだろうな。で、もっと言うと、あ、でも、こんな言い方はあんま良くないのかな。なんか、なんだろうな。いや、なんでもないです。なんでもないです。ちょっと、よくまとまんない。なんか。はい、でも、なんか、僕別にだから食べ物も住むこともそんなに譲ってるからっていう発想はあるんですよね。どう、うん、かなっていうぐらいですけど、まあまあまあ今日はケイタ君なのでなんか移動してますけど、うん、彼大丈夫エアコン切れた、すごいシークエンスがありますけど大丈夫これ、そっか大丈夫か、全然大丈夫です。何が切れた、はい、いやケイタ君がすごい動きがあるYouTube で見てる人多分分かんないですよね。まあまあ、ああそうだね、うん、はい、まあとりあえずそれそっか、はい、10ね、コメントしづらいな、まあまあ、まあここちょっと難しいんだよね、毎回コメントがね、うん、そうなんですよね、これなんかちょっとそういう原理的すぎますよね、面白いんだけどね、なんかあそうなんだって終わってしまうそうそうそう、その次ははい、じゃあ次に行きましょう。あ、でこれが最後でね、最近ワクワクされる会、させられる会にしたって、任天堂とゲーム業界と、そういうことでした。はい、そうだよね。まあ確かに、スイッチのあれは衝撃的だったのと、ゲーム業界は今は盛り上がってますね。ゲーム業界って言ってもさ、いろいろあるわけじゃないですか。いわゆるビデオゲーム業界でしょ、うん、ビデオゲーム業界ですかね。かな、そうだね。まあでも、ちょっと最近、うんうん、最近なのか最近までなのか、うんうん、なんとなくちょっと景気が
いいじゃないですか。まあそうですね、プチバブルみたいなね。うん、なんかそれのせいか、その近所の、あのスーパーの中に入ってるようなゲームセンターも、うん、なんか一時期よりも盛り返してる感じがしてて、はいはい、でなんか何だったかな、去年の夏頃に2、3回名古屋の栄にあるちょっと大きめのゲームセンターに行って自分も遊んでみて、はいはい、ゲーセンも意外と進化してるのかなっていう感じがあって、うん、ちょっとそれはすごいすごい、あのいい話になりそうなんですね。ちょっとここで僕はちょっとすいません。はい、いや、まあ特に広がる話じゃないですけど、まあなんで、うん、皆さんって、うん、あのゲーム業界が面白いとかって、うん、ゲームがもともとなんかゲームが普通に好きだから面白いって気づいたのか、うん、いやなんか世の中の状況を見て、うん、面白そうだなと思ってですか。僕全然ゲームやんない人ですよ。おー、エリートだ。俺結構ゲームやる人ではあって、まあ元から興味はあるからだけど、なおさら興味があるからこう年々見てて、それこそ E3 とか結構毎年見てるし、うん、それ見てると、うん、なんか、ここ数年本当に、おーっていう感じが、でかいかな。そうですよね。なんかゲームが、すげえ閉じこもってやってたものだなと思ったんですけど、うん。僕らの生活にすごい関係してきちゃってるじゃないですか。うん。アプリとかもそうだし、うん。うん。みたいな。なんかすごい、うんうん、なんでコンビニの前とかすごい、いないでほしいじゃないですか。本当腹立つじゃないですか。よそ見できない、あの、無視してられなくなっちゃって、うん、なんか、僕は気づいた派なんですけど、あ、面白いっていうか、うん、単純に、わかんない、興味を持ってなきゃいけないのかな、みたいなふうに思うんですけど。うん、あ、うん、何の話してました？僕はでも、ゲーム業界が今面白いんじゃないかっていう気づいたきっかけが、もともと自分がゲームが好きで気づいたのか、なんとなくその世の中の流れを見て気づいたのかみたいな話です。おお、なるほどなるほど。それに対してで、僕が全然ゲームやらない人で、あ、そうなんだ。風丸さんは結構やる人でもともと好きでみたいな。で、うん、キイチ君はなんコンビニで気づいた。え、コンビニ？コンビニで気づいた。まあまあまあ。無視できなくなったというか。うん。そうそうそう。なんか周りの人がすごく夢中になって、あの無視できなくなってきたみたいな話だった。なんか、ポケモン GO とかで、コンビニの前とかにめっちゃいるじゃないですか。うん、なんか、ああいう人たちを見ると、うん、僕、ゲーム別に好きじゃない人たちの生活の中にも、うんうん、ゲームが好きな人とか、ゲーム業界ってものがどんどん生活の中に侵食してきちゃって、うん、無視できなくなって、興味を持っとかなきゃいけないんじゃないかなって思ってるっていう。すごい、だから。だから。なるほどね。仕事的な感じだな。仕事に近いな。あんま好きじゃないですね。うん、僕は言わずもがなです。うん。言わずもがな。多分、俺と夕日は同じ側だと思う。うん、なんかゲームは、なんか、娯楽だと思ってるので、うん、なんか。娯楽って違うの？うん、違うんだろうね、きっと。そう、僕の中での娯楽はやっぱりちょっと、なんていうのかな、仕事とか反動、反対側にあるようなものだと思ってたんですよ。うんうんうん、何があるもの、うん、だから仕事と対極にあるもの。そう、なんか、よく、なんか今、
世の中の仕事とかだと好きなことを仕事にできるっていう流れが来てるじゃないですか。もうゲームしながら仕事はできないじゃないですか、やっぱり。そう？ゲームを仕事にするのはできるけど、ゲームしながら仕事はできないと思うんですよ。俺ゲームしながら作品作ってるつもりだけどな。僕はできないと思ってるんですよ。うん。すっきり動かないじゃないですか、絶対。うん。好きな人は。そうなんだ。へぇ。かなと思ってて。ほうほう。だから、なんかそういう、なんか、そういうものが、なんかどんどんこう、僕ら生活の中入ってきちゃうの、ちょっと怖いですね。なるほどね。それ面白い。それ面白いね。苦手意識が。多分純粋によく分かってないから未知なものがわーってなってよく分かんないって感じなんじゃないの。なんかよく分かんねえぞあいつらみたいな。まあでも確かにそのキーチューみたいな視線だと確かにちょっと違和感があって嫌な感じがするだろう。なんかね、人間がなんていうの、あのその変なこと言うと、その人たちはゲームをポケモン GO とかコンビニの前だけですごく、その人たちはすごく豊かな生活してるつもりだけど、周りの人から見たりとか、その環境として見ると、ストーリーとして見るとすごく豊かじゃないじゃないですか。異様な光景だよ。まあね、めっちゃ豊かだと思うけど。悪いじゃないですか。いや、それはちょっと違うんじゃない？いや、僕は気持ち悪い。俺は言っておこう。これはポジトークだ、ポジトーク。これは僕は気持ち悪いと思ってて。うん、うん、うん。なんか嫌なんですよ、やっぱり。うん、だって迷惑だし、うん、すごくそこで会話なんかちょっとどいてくださいとか例えば言ったとして、なんか逆にこっちが変な目で見られるとか、するのを考えると、ルールってなんだろうとか、常識、最低限のルールって何なんだろうとかってやっぱなっちゃうんですね。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、それは論点が違うよね。それはゲームに限らず、あのハロウィンとかでも一緒だよね。あ、でも、あ、そうじゃなくて、そういう状況が起こりやすくなるわけじゃないですか。そういう状況が起こりやすい。でもそれはゲームに限った話ではないよ。あ、なくても、なんか、うん、今のゲームの話で、ゲームが、うん、ポケモン GO とかになると、そういうことが起こ、うん、実際に起こってるっていうのが、なんか気持ち悪いなっていうふうに感じて、うん。ああ、だからつまり、今までだったら、うん、そのビデオゲームとかで、そのスクリーンだけに向き合ってた人たちが、実際にフィールドに出てき、だから、現実にフィールドに出てきて、うん、はいはい、出てきてくるのが、まあ言い方あれだけど、健全な生活が侵されるイメージは。ハロウィンも同じです。だから別に。だから、歩いてる人もいるわけで、うんうん、で、なんか、この時間はハロウィンの時間かもしれない。なんかそれは別に世の中のルールで決まってることじゃなくて、普通に仕事をして帰ってる人もいるし、単純に彼女とデートしたいっていう人もいるのに、そういう時になんかこう通れなくなって、ちょっとすいませんって言った時に、ハロウィンなんだからいいじゃないかとか、ポケモンこうやってるんだから仕方なくないみたいなことが起こっちゃうじゃないですか。それって別に、うん、そういうことがいい悪いとかじゃなくて、僕は嫌なんですよ。うん。気持ち悪いなっていうふうに感じてしまう。うん。まあ、だからこそ、まあ、興味を持っとかないと。持っとかないと危険だなっていう。あ、だからデザインっていうのは、そうだと思うんですよ。そういう問題が、何か誰かの欲求満たすとか、何かを解決したら新しく出てくる問題に対して向き合っていかなきゃいけないものだと思うから、興味を持っていかなきゃいけないっていう考え方。もう仕方がないと思うんですけど、それをなんか、だからもう別にそれはもう仕方ないものじゃんって感からいいじゃんっていうふうに、あのデザインをする人間は、考えちゃうと、考え始めると危険なんだなっていうふうに思ってる。うん、だから、こう、今まである、あの、まな板の上に乗ってなかった、まな板のがあったとして、デザイナーのね、デザイナーっていう専門のまな板があったとして、それに乗ってこなかったけど、ゲームが最近乗ってきたよって話で OK？ いや、議論のまな板に乗ってきたってことだよね。考えるべき。うん、対象に乗ってきた。それはポケモン GO とかで。いや、乗ってきたっていう話はそうなんですけど、そうじゃなくて、単純に、うん、あの、その話で言えばそうなんだけど、なんかこう、怖いよねっていう話。怖い。うん。怖いね。まあ、向き合っていかなきゃいけないよねっていうことでいいです、別に。まあまあ。無視できない存在になっちゃいましたよね。うん、なんかその、いや、やってる人とかから無視できる、うんうん。やってない人からすると、あの、まあ、だからゲーム、なんていうの、その、すごく難しく言うんですけど、ゲームっていうもの
ゲームっていう事象に対してゲームをにまつわる何かをデザインしていた人がいたとしたら、それがなんかこうもうちょっとフィールドが広がったっていうか、ゲームプラス何かっていう、その何かっていうフィールドが、ものがいっぱい増えてて、なんか、いろんなもの、いろんな、なんか、問題を解決しようとしてる人たちが入ってくるようになったっていうか、わからないんだけど、なんか、工事現場の近くで、ポケモン GO でこうたむろしてる人がいて危ないってなったら、ここに入ってくる人って増えるじゃないですか。ゲームを考えてる人も入ってこなきゃいけないし、その一般人のこう道とかの動線を考える人も入ってこなきゃいけないし、工事現場の人も入ってこなきゃいけないしってこう増えていく、うん、っていうのが、なんかだから無視できなくなったなって思います。うんうん、OK。じゃあ僕もちょっといいですか。はい、僕でもね、そんなにね、これ掘り下げてほしい、うん。いや、あのね、いや、それはすごい分かって、俺ちょっと全然違う話をする。あのね、多分このワクワクさせられるの何がいいのかっていうことにね、戻ると、僕は、ゲームっていうものの、これこういう言い方があって、有限のゲームと無限のゲームって言い方があるんですよ。これ話したかもしれないんだけど、有限のゲームと無限のゲームっていう考え方があって、で任天堂がワクワクするとかゲーム業界がワクワクするのは、それは無限のゲームになってきたって話なんですよ。これつまりどういうことかっていうと、今までのゲームっていうのは僕たちがイメージしてる通り、画面の前でコントローラーを持ってこうバチバチやってるとかね、なんかのインターフェースの前でバチバチやってるって感じだったわけよ、動かずに。けど今のポケモン GO の話だったら、それがそのねその状況、それはつまり有限のゲームだったわけですよ。やることはゲームのソフトウェアの中だけで完結してたわけ。だからソフトウェアで計算されてること以外のことは起こり得ないわけですよ、そこにはね。うん。だそれは計算完了してるから、それはすごい有限なわけ、行われることって。でもそれがひとたび街に出るとかになると、それは完全に無限のゲームに開かれるわけですよ。遊び方とかもセンサー万別で。だからマインクラフトとかヒットしたのは、今までのゲームっていうものはあるシステムがあって、その中で例えばストーリーをクリアするとかっていうロールプレイングのゲームシステムとかっていうあるシステムの中を動くっていう体験だったんだけど、マインクラフトっていうのは自分でシステムを作るっていうことに成功してるんですよ、あれは。だから、用意するのは完全な砂場だけで、砂場の中で何をやってもいい。だから例えばお城を作って、そのお城を自分たちでロールプレイングするとかっていう、その状況そのものも作れちゃうっていうのがマインクラフトの強みで、それは今までのゲームのその有限ある仕組みとかストーリーがある中の有限の仕組みではなくて、完全に無限の方向に広がれて、あれめちゃくちゃヒットしたんですよ、背景として。っていうようなものが最近ワクワクさせられる会社のこの任天堂が上がったっていうのは、僕全くその通りだと、それも同じ傾向だと思っていて、そのゲームのっていう概念そのものを変えて、そのだから段ボール、任天堂はあれ段ボールをそのままポンってプレゼンテーションの動画で出したんですけど、あれそうじゃなくて、こういう遊び方もありますよ、でも遊び方って無限大ですよねっていう方向に可能性を提示したところにも多分ワクワクさせられてると思うんですよ、うんうん、完全にそのゲームってこういう遊び方ですよっていうものを提供されてるのではなくて、これもできますよみたいな、うんうんうん、だからその可能性をすごい開いたっていうと分かりやすいのかな、まあなんかそういう話だと思うんですけど、だからそういうふうに特に落ちないんですけどだからその有限、なんかこう有限だったその存在を無限の方向に開くっていうところに多分ワクワクさせられるっていうのが、まあ選んだのがクリエイターっぽいなっていう、クリエイターはとかアーティストとかはそれを要は無限の方向にこう開いていこうとするっていう傾向があるから、だから分かりやすいのがあれデュシャンの泉うん、とかっていうのは多分すごい分かりやすい一つの例として、今までのアートだったら完全に評価されないところに全く違うものを持ってきて、だから何でもアートに見えちゃうじゃないですか、デュシャンの泉以降の我々って、うん、あれっていうのはその今までのその額縁の中での絵画とか彫刻とかの有限のゲームだった美術を完全に無限のゲームにしちゃったことだと思うんですよ、うんうん、っていうものに近いなっていうことをちょっと長々と言っちゃったんですけど、ちょっと思いました、うんうん、でその傾向は多分これからどんどん強くなると思う、うんうん、特に落ちないですけどね、
なんかそんな難しいことを考えずにゲーム業界が面白いって思って。いや、僕それはもちろんそうだった。それはそれ大前提。うん、まず面白い。ここ数年本当に、なんかまあ、それこそ興味がない人だったりとかすると、傾向とかまでは見てなかったりするだろうけど、なんかこう、出てくるゲームとか評価されるゲームの軸が変わってきたり、それこそさっき有限無限のゲームの話とか、全然俺も知らなかったんだけど、まあそういう傾向もあるだろうし。で、あとなんかまあ、まあいいのか悪いのかなんだけど、YouTuber とかゲーム実況者っていうものがなんかこう、有名になってきて、で、あの、海外ゲーム YouTuber がやると、一気にフューチャーされるゲーム。あの、この間有名になったあの、ゲッティングオーバーイット。いや、あれはね、僕めっちゃ喋りたいんですけど、まあいいっす。あれすごいっすよね。あれはすごい。うん。うん、っていうゲームがあるんです。で、まあそれも、本当に多分、数年前ならもう誰も買わない、誰も面白くない。ぐらいのゲームだったんだけど、俺まで買ってるし。あれ、素晴らしいっすよね、あのゲーム。どういうゲームかっていうと、ただ山を登るためのゲームで、開発者が人を苛立たせるために作ったとまで言われているゲームで、本当になんかそういうゲームだとか、で、あとそういうポケモン GO っていうものが出てきて、まあいい点悪い点あったけど、まあ出てきたりだとか。まあなんか、だからさ、本来ならナイアンティックが作ってるから、あの、なんだっけ、ナイアンティックのイングレス？ああ、そう、イングレスって、はいはい、まあ、そこまで日本でバチバチに広がった感じはなかったんだけど。まあ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 。あれ、結構広がった？いや、イングレスは結構広がってて、で、イングレスのユーザーとポケモン GO のユーザーは被ってること多い。あれ、大丈夫かな？多いっすね。ああ。いや、なんかイングレス流行った時、ちょうど海外にいて、日本の状況がよくわかんなかったんだけど。あ、でもそんなポケモン GO ほどではない。でも、イングレスはなんかこう、堅調？固く成長してるって感じ。ポケモン GO はブワーッといって、ブワーッとなった感じですけど。ああ、なるほど。まあなんかそういうのが面白かったぐらいの話でした。はい。ケイちゃんが若干止まってる感じがするけど、大丈夫かな。うん。止まってますね。ケイタ。はい。まあこれでちょっとまあ、本当に長く、長々とプラス1時間もあるんですけど。ああ、ちょっと喋ああ、いや、やばいやばいやばい。やしまった。はい。まあちょっと最後のまとめに入っていきましょう。まとめに入っていきましょう。まあ。僕なんか結論、あれ ?2 人入ってきた。あれ大丈夫、ケイちゃん。あ、大丈夫です。あれ ?2 つになってる。じゃあ、片方、一瞬落ちてた、片方消しときます、片方。はい。はい、すいません。さて、ケイちゃん。ちょっとまとめに入りましょう。はい。総括の時間です。はい。まあへー、これいつもどっちからやってたっけ？ディグられた人からやってた？いや、一番最後に多分ディグられた人が。ああ、なるほど。ケイタ君、俺なんか一番付き合い長い気がするけど、こん中では。まあ風丸さんと一緒ですけどね。うん、うん、そうだね。あ、そっか、そうやな。やっぱケイタ君読めない、読めないっていうか。なんか不思議だよね。僕だから、ケイタ君に対する印象、すごい透明だなっていう印象があるんだよな。なんか、俺的に一番、俺今回ディグられ、はいはい、ディグった中で、なんか、うん、あってなったのは、ルネ・マクリットが出てきた時が一番良かったかな。全く同意です。全く同意。全く同意で、うん、今回の発言僕全部予想したと違ったからすごい良かった。どんな予想だったのかが気になるな。なんだろう、もっとデザインしてるかなって思った。こういう日本語が適当。ああ、でも、あ、わかるわかる。わかりません。デザインしてるのかなと。で、好きなクリエイターとかも、うん。いや、実は僕ずっと昔からレゴブロックやるの好きでとかって、なんかそういうあれかなとかって思ってたね。
いや、なんか、まあ、その普段というか、その LINE グループの LINE とかでも、ケイちゃんのその一言とかって結構なんか、あ、その流れでそれか、みたいなことがたまにあって、なんかこう、意表をつかれる感じがあって、で、それがやっぱりずっとなんかあるのかなっていう。いや、そうなんですよね。なんかその、ケイちゃんの中に、なんか狙ってるわけじゃないんだろうけど、狙ってるのか狙ってないのかわかんないんだけど、なんかそういう、意表じゃないけど、なんか、イレギュラーなところがあるのかなって。例えば、だから、俺らの世代から言えばさ、ラジオ好きなんてそもそもイレギュラーなわけで。うん、まあ、そうですね。トイレと電車でそんなこと気にするやつもイレギュラーなわけで。で、ただ、ここの2つだけが本当に俺の中では不明だ。うん、あ、僕も一緒一緒。意外だった。というか、なんか普段のケタ君の言動を見てたら、こういうこと言わないよ。言わない気がする。え、これ俺のめっちゃ感じたことだけど、こんな回答する人俺知らないもん。誰って感じ。誰なんか、逆だったかな。結構合ってた。いや、会ってたんじゃなくて、ほっとしたんですけど、ほっとした最近、実はなんか、ケイタさんの、ケイタさんと結構相性いいかもなと思ったんですよね。考えてることとか近いかもしれないと思って。そう。なんとなく、なんか前も、なんだろうな、なんか、一回、キャマエ君とこっち来た時とかも話して、なんかちょっと、ほっとする感じがあって、ケイタさんといると。そう。安心してられる、なんか思考が多分、一回も言われたことないな、そんなの。親和性が高いのかなっていう感じがしてて、なんか今回の答えとか、結構、なんかほっとしたっていうか、予想外だからいいとか、なんか予想通りだからいいとかってことじゃ全くなくて、結構ほっとしました。全部、なんか、ああ、ケタさんだなっていう感じ。でも、キイチはさ、俺にすごいなんか感情が足りてないとか言うじゃん。そうだね、さっきも、なんか笑ってるのに目が笑ってないとか言ってた。目が笑ってないですよとか、感情足りないとか前にも言われて。別にそれでもほっとはするわけ。僕、ほっとしますね、そっちの方が。なんかこう、ああ、そうか、まあまあそうか。なんて言うんだろう、コンクリートを見てると、こう、ほっとするじゃないですか。そう。そういう感じ。もはや、ケイちゃんの表情がコンクリートになってしまう。なんか、もはや有機体でもない。なんかありませんか、その、ほっとするマテリアルとか、ほっとする作品とかあるじゃないですか、製品とか。科目がゆえにさ、いいのあるよね。あ、なんかそう、それすごいね、そうだと思う。僕、寡黙な何かが結構好きです。で、俺と風間さんはね、多分すごい雄弁だと思う。でも、喋る。うん。バカみたいに喋るよ。うん。寡黙。でも、ケイタ君はね、そこに近い。コンクリートっぽいのはそうかもね。喋るときは喋りますけどね。うん。だからね、そう、喋るとき喋るじゃないですか。なんかそれもまた、おつな。おつ？まあ、面白いな感じがして、僕は結構なんかケイタさんの、なんかパーソナルな部分が結構好きだったりとかするので、だから今回のインタビューも、結構何が来ても結構好きなんだろうなと思って見てて、ほっとしたので多分そうなんだと思う。で、すごく主観的な。感覚ですけど。だから掘り下げないで聞いてたんですけど。いや、すごい。ディギング、ディギングを否定して。なんか、
いや、僕はでも不思議な意外だったな、うん。不思議な感覚に陥った、今回。うん、なんか。やって2年の方が。多分なんかだからこういう聞く機会ないじゃないですか普通は、うんうん、で多分僕らってやっぱ結構表層的にしかやっぱ人見てないってのはよくわかるんですよ。いや俺はいい悪いじゃなくて結構表層的に見てる部分もあって、うん、でこういうこと聞かないしクリエイターを目指すきっかけとかなんだろうとかってシラフじゃ聞かないじゃないですか。聞かないシラフで答えるシラフでする話じゃないんだよな、うん、シラフで、シラフでしない話は大抵飲んでるってことですよね。で飲んでたらこういうこと覚えてないし、うんうんうん、真面目に話してても。だから、多分どっかで言ってんだろうけど、どこでも言ってないような感じのあれだったんだな。うん、だから面白いんだろうな。うん。うん、多分なんか、うん、本当に人となりが、いい意味であんまり見えてなかった部分が見えてきて、ああ、そうだったのかっていう。そうっすね。なるほど感。そ近いあ、そうなんだっていう。そう、なるほど感ある。なんか、うん、よく考えたら、その前4人はよく喋る人だったから、ね、ある程度漏れてた部分があって、それの答え合わせか、いい意味の裏切りかだったけど、今回答え合わせというより、うん、うなんか真相が明かされた気分。そうなんか、初音の情報が多かったっすよね。なんか、名探偵コナンの2週目みたいな感じでした。ああ、そう。答え、うん、なんか、大体前編で分かってるんですけど。うん。なんか、そうね、おおという。それは近いね。なんか、ケイタさんの作品、多分僕は結構好きで、ケイタさんも多分僕の作品のこと結構いいねって言ってくれると思うんですよ、ね。うん。なんか、そういう相性の良さってあるような気がします。うんうん、なるほど。どうです？そのディ、まあ、今、ざっとまあ3人からディグった感想でしたけど、ケイちゃん自身的には。いや、これ、答えてるときと、その振り返りのときは全然大丈夫だったんですけど、うん、総括で全員から自分のことを、なんか、どうだったとか、ああだったとか。もう、うん、やばいよね。やめたい。というわけで、ディギングデザイン、今回は。やめましょう、もう、じゃあ、今日は。まあまあ、ちょっと本当に1時間も長くなってしまって、ね、もう一体このライブ配信を一体誰が聞いてるんだという状況ではあるんですけど、はい、まあ、バックナンバーの方もディギングデザインの YouTube チャンネルの方に上がりますので、まあ3時間という長丁場ですが、はい、はい、ぜひご覧いただけたらなと、はい、思います。そんな感じで、はいはい、はい、はい、それでは皆さん良い週末をお過ごしください。どうする？ちょっと待って、次回配信を毎回一応、はい、ああそうだった。僕いつも締めようとしちゃう。悪い癖。そう。来週で。で、これ、来週ですよ。あ、どっちでもいいですよ。来週でも再来週でも。僕結構大丈夫ですよ。あ、僕は来週ちょっと、ごめんなさい。再来週で。僕もちょっと、16、23は全くダメですね。じゃあ、なるほど。再来週。再来週で。じゃあ、16、23が無理ということは、あ、3月。ひえ。いや、僕なしで全然やってもらってもいいんですけど、3人で。いや、それよりも、まず、コンテンツ、うん、そうなんだよね。何やるかもまだ全然決めてなくて。そう、ね、あ、もう公開ミーティングだ。まあ、ちょっと前にも、まあ、LINE とかで、まあ、今後どうしていきますみたいな話があって。うん、そうそう。どうしよっかな。あと思ったんですけど、いぐられた人たち順番にやってったじゃないですか、はいはい、でまあ、その人たちが順番にテーマ持ち寄ればとりあえずいいかなと。うんうん、なんか初っ端じゃあキーチからになるのか。え、ね、もう僕も結構それ賛成で、うん、本当そのやるって言った日の朝までに、うん、誰かがテーマを持ってきてそれについて、うん、こう適当に喋っていく
方がいいかなっていう気はします。うん、なんかそれでもいいかもね、変に準備しすぎるよりは、うん、そっちの方がいい。なんかこの番組らしいというか、うん、感じがする。多分、うん、この年の僕らって多分変化がすごく激しくてアップデートどんどんされていくので、うん、考え方が。だからその先に決めといてっていうのをやると多分ね、あんまり面白くなくなっちゃうと思うんで、先に決めると結構その表層的な知識で、そうそう、喋って満足しちゃうからね。内部感を大事にすべきだと、大事に、うん、思います。いや、いいと思いますよ。終わりました。じゃあ、次回配信日、一応予定では、再来週の23日で、ケイちゃんも一応休みの話で、はい、でとりあえずじゃあ、次回に関しては一番最初にディグられたキイチ君の方から議題を当日配信日に発表していただいて、まあ、本当にそれでいいと思います、うんうん、本当にもう朝とかじゃなくて最悪この11時始まった段階で今日は何々について喋ります。で僕らがって言いながらググりつつみたいな、ググりつつその話をちょっと待って今調べるからさみたいな、もう全然わかんないよみたいな感じでいきたいですね、うん、まあ、それもそれもいいでしょう。なんかそれぐらいでもいいかもしれないです。それもよかろう、うん、はい、うん、という感じでやっていこうかなと思いますので、はい、ではでは皆さん、はい、長丁場の付き合いありがとうございました。ありがとうございました。本当にはい、まだまだ寒い日が続きますので、本当に福井県寒いよ。はい、本当ご自愛ください。ご自愛ください。それでは皆さん良い週末を。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、うわびっくりした。